だいぶかっこいいアニメーション映像とともに始まりました、えー、皆さんこんにちはただいまより22歳以下の学生によるプロトタイプ開発コンテストシビックテックチャレンジカップ Under22 の最終審査会を始めたいと思いますよろしくお願いしますよいしょいきますねマイク入ってないこんだけ入ってますね だいぶ盛り上げたつもりだったんですが入ってなかったかもしれないです。かな。大丈夫そうかな。はい、しゃべります。僕の声聞こえてますか。よろしくお願いします。でしょ。だいぶ着注目が集まってますね。でしょ。一応カメラがあそこにあるので皆さん。 見といてくれると思いま、あそこです。多分審査時間中とかの喋ってる間、多分基本的にこうやって見渡す後ろにもいらっしゃるんですね。<laughs> なかなか難しいですねこれ。こっ,ね、こっちもいますね。なるほど。<laughs> なるべくぐるぐる回りながら台本が丸めになっちゃってるんですけどお願いします。きよちゃんどうですかね。<laughs> は<ー>い。<laughs> よいしょ。かな。出ます。よいしょ。 ははいしゃべります、えー、皆さんこんこにちただいまより22歳以下学生によるえオンラインプロトタイプオンラインじゃないか今年はオフラインもやりましたプロトタイプ開発コンテストシビックテックチャレンジカップアトゥニティ2を開始しますよろしくお願いしますもう一回 <Yeah. S 1> さあ OK <laughs> かなよいしょ画面が映ってない 今日喋るのオッケーですかね。大丈夫かな。うかそうですね。喋るだけ喋っちゃっても大丈夫ですかね。OK。そしたらじゃあ一旦ここに向けて、えっとこの次にあるページが自己紹介ですので復帰するまで僕の自己紹介を始めたいと思います。えー、本日司会進行させていただく中島い人こと中地と申します。よろしくお願いします。中 中地と呼んでいただければよろしくお願いします。ね。あの基本的に各参加チームに学生から担当スタッフがつくので、多分今日いらっしゃる中にも何回かねお会いした方がいる。大丈夫そうですか。ここからが楽しかったんですけど。いきます。きます。そしたら次で。はい始めます。はい、でこれは動いてないのかな。電源か。あ動いじゃない。 オッケーです。じゃあ改めまして本日司会進行させていただくコードフォージャパン学生スタッフの中地と申します。よろしくお願いします。だと今ちょっと準備中なんですが迎えたことヨッシーさんもいらっしゃいます。あちらですね大奥。ヨッシーさんがいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ね。 本日のイベントなんですが、こちら画面にあります。ハッシュタグ c. 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 U. 2 2っていうのがあります。え、ぜひ皆さん感想。ツイッター、現 X. 等で、えー、拡散の方、よろしくお願いいたします。で、続いて。参加に当たりまして、皆さんにお願いがあります。えー、このイベント、一般社団法人コードフォージャパン。の主催がしておりますので。えー、本日もこの画面にあります。コードオブコンタクト、コード規約と。プライバシーパリシーにのっとって。えー、進行や質疑応答等を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 で本日参加にあたっての注意事項も説明させていただきます本日こうやってオフラインで集まっていただいた方の他に Zoom で参加されてるファイナリストの方や審査員の方もいらっしゃいますでその方々に対しての説明なんですが基本的にイベント中はカメラオンでご参加くださいで発言時間はマイクオフでお話いただけると幸いですでまたこのイベント YouTube でも配信しておりますので例えば皆さんのお友達の方々などご覧の方いらっしゃいましたら見ていただいて で感想とか応援等は YouTube のコメント欄にそのまま書いていってみんなで盛り上げていきましょう。で続いてそのコメントに関してなんですがファイナリストの方々がプレゼンしている最中にそのプレゼン内容に対して質問を設けるという時間もあります。でその時は基本的に審査員の方中心に質疑応答をやっていくんですがぜひここにいらっしゃる皆さんや YouTube 見ている方々も質問をスライドというアプリで行っていただきたいと思います。画面にあります QR コード とかリンクにアクセスしていただいて、えー、皆さんが質問したい内容を、えー、投稿してくださいで投稿の仕方につきましては、えっと、チーム名とあのどこのチームに対するっていうところを最初につけてもらってで質問内容をそのままお書きくださいで審査員の方々はあのそれを行う時に自分の名前を、えっと、企業名の次に名字っていうふうに登録していただければ質疑応答の時にあじゃあ誰々さんから質問来てますのでお願いしますというふうに振らせていただきます でそれ以外の方はあの匿名のままで投稿いただいて結構です。よいしょで次の質問がで本日のイベントですが UD トークによる自動翻訳と字幕で進行させていただきます。えー、YouTube の方や会場にいらっしゃる中方でご使用になられる方はこちらの QR コード読み取ってご利用ください。えー、続いてパー,トナーパートナー企業の皆様の紹介です。えー、まず特別教室に Amazon Web Service Japan 合同,、えー、合同会社の エブレスさんがいらっしゃってますよろしくお願いしますありがとうございますで次に株式会社クリーチャーさんも特別協賛いただいておりますよろしくお願いいたします,います <laughs> で今回協賛企業にも株式会社セールスポースジャパンさん株式会社中川雅志商店さんエイジ出版会社さん UD トークさんがいらっしゃってますよろしくお願いいたします <laughs> お願いします、うん でその他にもスライドにあります協力団体の方々にそれこそここの UOC の方々にもさまざまな方にご協力いただいてこのイベント進行しておりますで他にもですねお菓子協賛として、えー、いろいろ頂いてます春日井星華様,様からコンペイトの差し入れです皆さん受け取られたかなあると思うのであと他にもドリンク協賛としてユーグレナを頂い,いております株式会社ユーグレナ様からなのであのこちらも皆さんお手元にあると思いますので休憩時間中でもいいですし ファイナリストの方々、プレゼンのちょっと前に喉を潤すとかで、ぜひお楽しみください。えー、それでは、本日のタイムラインを紹介させていただきます。えー、これから、竹貞よりコードフォージャパンと、あと、C. C. C. U. 2 2に関する概要説明をお話しさせていただきます。で、その後、本日の最終審査会に関する紹介を終えた後に。いよいよ、ファイナリスト前半組の4チームの方々のプレゼンに移ります。で、その後、質疑応答があって、一旦前半組が終わります。 で休憩10分間挟んだ後に再びプレゼン後半組4チームのプレゼント質疑応答を行いますでその後に、えー、まとまって審査時間を設けますのでその30分間の間は今日ゲストでいらっしゃっている CCC の卒業生の方々にお話をいただきますのでそれは皆さんお聞きいただければなと思いますあれぐらいの方々も今いらっしゃるのかなご飯 OK ですなんで後で来ますのでぜひお楽しみください、えー、それが終わりましたらいよいよ表彰式ということで えー、各省の受賞されたチームの方は、私たちから発表します。で、公表とかを挟んだ後に、えー、一旦最終審査会、クロージング挟んで終了となりまして。その後はだいたい四時半以降に、懇親会というふうのを、えー、想定しております。で、懇親会については、後ほども紹介するんですが。まあ、なんかエクとか、それこそ、今日せっかく集まっていただいた皆様で、軽く交流会なんかを設けたいと考えています。えー、それでは、ここから、コードフォージャパンとシビックテックに関する説明を。 まみさださんからお願いしたいと思います。まみさださん、お願いします。マイクはつけてますか、ね。<laughs> はい。 スタート皆さんちょっとドキドキキししましたかねはいあの手作り感があるねとさっきも言っていただいてですねもともとシビックテックチャレンジカップ学生が始めたもので学生のために学生がやっているものなのでだからといって甘えてはいいわけではないとは思うんですけれどもあの皆さんと一緒に作っていくイベントだと思うのでぜひ皆さん楽しみながら一緒に作っていただけたらなと思っております。皆さんシシビビッッッッッククククテテですねチャレンジカップに 参加しているのででシビックテッククテなんですけれども皆さん、シビックテックやったことあるという人、手を挙げてください。おかしいです、今、全員が必ず手を挙げなければならないことをやっていまして、もしかしたら皆さんは自覚がなかったかもしれないんですけれども、皆さんはこのプログラムに入った Day1 から、シビックテックにサッカーをしております。 でえー、と共に考えて共に作る社会を目指すっていう形で Code for Japan がシビックテックのコミュニティをやっているんですがシビックテックですねみんなで一緒に考えて一緒に作ってるって言えばつまり今皆さんが発表しようとしていることのプロセス自体がシビックテックなので今度からシビックテックやったことある人って言われたら手を挙げてください,、はい。皆さんは私たちと一緒にやっています で何なのかって言われるとシビックテックってすごく広いものなので多分何か分からなくて手を挙げられなかった方が多いのかなと思うんですけれどもシビックとテックなので市民がテクノロジーを使ってチャレンジをしていればシビックテックだと大体思っていただければ大丈夫です。で昔はこう市民が住んでいる人たちが自分たちの町の役場の人たちだったり行政にこうしてほしいって言ったら行政の人たちがそれをやってくれてちょっとこう暮らしがよくなるっていうことがあった。 と思うんですけど今の社会ってやってほしいこともいっぱいあるししやってほい人たちのニーズもいいいっぱろんなところにあってこうしてほしいって言ってる人の横で全然違うことを言ってる人がいるっていうのが当たり前にある社会なので、まあ、多様性がある分、まあ、ニーズもいろんなところにあって、えー、と抱えきれないぐらい社会課題がいっぱいあるからじゃあみんなでこうしてよって言うんじゃなくてみんなでどうしようとかこうしてみようとかこれ使ってみてって言いながらみんなで 一緒にに社会をちょっっとずつ前に進めらられたいいいよねっていうのがシビックテッククテですなので皆さんが作っている作品を今日私たちに教えてくれることもシビックテックだと思いますし皆さんが作ったものに対してこういう技術使ったらもっといいんじゃないとかこういう自治体で一緒にやってみたらいいんじゃないっていう声かけをしてくれた人たちもその仲間だと思ってもらったらいいと思うので。 あの幅広く皆さんのやっていることを一緒に私たちとシビックテックで広げていっていただけたらなと思っているので、皆さんあの次どこかでシビックテックやったことある人って言われたらやりましたよ、やってますよっていう風に言っていただければなと思います。はい、今日はそういうシビックテックをみんなで楽しむ日だと思ってください。はい、私からの発表は以上なのでシビックテックトレンジカップは中地でいいですか？はい。 あ,ありがとうございます。はいいありがとうございますそしたら、えー、とそのシビックテックに基づいたプログラムがこの今の CCC というイベントです、えー、簡単に説明させていただくとこのイベントの始まりはコロナ禍の時でした、えー、コロナによってインターンシップや課外活動が減少してしまって、えー、それでそれをどうにかできないかということで社会課題領域の開発を通じた、えー、学生のスキルアップや実績獲得を作るためにできたのがよいしょ。 この CCCU22 で学生による学生のためのチーム開発プロジェクトです参加者の方も学生ですが運営も私たち学生スタッフが中心に行っています全国海外の方々から学生が参加して社会課題の解決を通してスキルの向上やキャリア開発のサポートを提供するプログラムとなっておりますでこちらがですねこれまで3回行ってきました 初めの2020年度では105名の方々にエントリーしていただきまして中でも優勝チームの守備チャットさんは後に法人を設立したというところまでいきました2回目の2021年にはエントリー数200名を超えましてプログラムとしては J リーグチームとのコラボイベントなんかも行っていますで3回目では150名の方々が参加いたしましてこちらではチームごとに担当スタッフを作ってより徹底したサポートをやっていこうという体制を徹底していますでまた 今日もいらっしゃってるんですが優勝チームの TP9 さんも、えー、この後お話聞きますのでぜひお楽しみにしてください、えー、そして今年につきましても、えー、無事こうやって第4回を迎えることができましたで今年に関しては主に2つの、えー、チャレンジを行っていますまずは初のオフラインイベント開催ということです、えー、こちらが8月ぐらいの時にですねチーム蘇生も兼ねたアイディアソンというのを、えー、奈良を舞台に開催しましたでまた今日もですね ここののの大大体3ヶ月ぐらいいいい開発期間の集集成としてててて今皆様にオフンでこうやって集まっまただいています。で、他にも初学者向けのコンテンツの拡充ということでここにいらっしゃる皆さんも経験されていたと思うんですがまずは個別面談を開発前にやって一人一人の得意分野とかスケジュールを把握するというところから始まりデザイン開発に関しても基礎スキルを持った上で皆さんが全員活躍できるようにということでえ事前テストとかそういったところも拡充していきました。よいしょ えー、そししてて今年にに関してもちょっととと簡単に振り返り返たいと思い思まます、えー、まず最初のの開会式のところらへんですねでここに関しては先ほども説明したような、えー、開会式の開催とあと事前課題というのもありまして参加者ごとに合わせたスタートダッシュというのを行いまして参加同士の交流やチーム開発がうまくいくように最初の管理を私たちのところでサポートさせていただきました。 で次に、えー、企画とチーム組成というところでここは主にチーム作りと企画作りっていうところですね先ほど紹介したアイデアソンであったり、えー、他にもオンラインでもアイデアソンっていうのを作った結果最終的に事前課題の基礎スキルを取っていただいた方々125名全員がチームを作るところまで行きましたし、えー、そしてチーム結成後は、えー、開発期間が8月から9月ぐらいまでありましたのでそこは基本的にチームごとの成長と追い上げというところを行ってます で私たち学生スタッフからの個別の面談もありますし今ここにいらっしゃってる方も何人かご参加いただいたのですが中間報告会というのを設けまして社会人の方々に企画開発デザインに関するフィードバックをたくさんいただきましたその際ご協力ありがとうございました皆さんでそういったところも含まれまして作品の完成度これからというところで約90%以上のチームの方々が作品を提出してくださいましたで作品提出して、えー、全チームにフィードバックとか 送りましてで今日最終審査会にこれいらっしゃってる皆様も含めまして CCC、まあ、というのがあの今回の作品提出だけにとどまらず今後もこの経験を受けにあの開発とかいろいろ続け,続けてくれたら嬉しいなということでほか、えー、にも Code for Japan 関連のイベントを案内していきました、えー、そんなところを踏まえまして今日を迎えたのが、えー、この約4か月ぐらいかなの集大成となる最終審査会です でここからはちょっと最終審査会に関しても再度紹介させていただきます、えー、まず先ほども振り返ったとおり本日はですね <laughs> 4ヶ月間で形成された全35チームのうち見事ファイナリストに選ばれました、えー、8組のチームの方々に、えー、集まっていただきそれぞれの作品に関してプレゼンを行っていただきますこちらのチームですすねよろししくお願いします、えー、それで今回審査員の方々もいらっしゃったので紹介させていただきますまず AWS 様を AWS 賞を岩瀬様より送っていただきますよろしくお願いいたしますありがとうございますえ続いてクリーチャーズ賞を小澤さんよろしくお願いいたしますお願いします <laughs> え続いてセールスポーショーを小山さんお願いしますよろし,よろしくお願いします <laughs> え次に英字出版賞を高野さんよろしくお願いしますお願いします <laughs> え続いて中川雅一商店さんをとズームでいらっしゃってるのかな井上さん よろしくお願いします。お願いします。ズームのカメラ見ていただけたかな。ズームよろしくお願いいたします。ええー、続いてコードフォージャパン賞を代表の関さん、よろしくお願いします。<laughs> お願いします。で、またクリーチャーズの小沢さんと、A. W. S. の岩瀬さんには、えー、総合的に最も優れていると評価される作品に送られます。対象の評価も、えー、ご協力いただきます。えー、審査の方々、本日よろしくお願いいたします。 え続いて特別賞というのがございましてそちらがオーディエンス賞になりますこちらの案内後ほどさせていただきますねでは続いて画面映せますかね一応その対象に関する審査基準も私たちの方でご紹介させていただきます、えー、5つほどあるんですがざっくり説明しますとプロトタイプの技術的な完成度だけではなくてどんな社会課題を選んだとかあとはチーム開発のプロセスといったところも含めて総合的に評価していますではこれは CCC というところがコンテストである時点 あると同時にこういった社会課題に取り組むシビックテックに基づいているという意味も込めましてこの審査基準では対象は選ばせていただきます続いて最後のオーディションに関してもここで説明させていただきますこちらに関しては YouTube ライブ現在ご覧いただいている方々に皆さんのプレゼンを聞いてもらって良いと思うチームに投票をしていただきますでこちらが YouTube ライブなので QR コードを読み取っていただこうか YouTube でもチャットと お流ししますのでそちらにアクセスしていただいて投票1人1票でご協力をお願いいたしますでまたこの賞以外にも個人 MVP というのを用意しておりますでこれに関しては今回ファイナリストに選ばれなかったチームメンバーの中でそれでも特にチームのために健康貢献していた方やスキルアップというのを果たされた方に私たち運営スタッフより送らせていただきます でまあこういうのも CCC がコンテストだと同時に参加者全員にとって成長の場でありたいなという意味も込めまして、えー、その頑張りを見守ってきた運営スタッフよに、えー、後ほど紹介させていただきますよいしょ、えー、それでは行動フォーチャンと CCC の概要並びに本日最終審査かの説明は以上になりますで少し押してしまったのですがここからはいよいよファイナリストチームのプレゼント質疑応答に移っていきたいと思います、えー、まず 最初前半発表していただくのはベアテック KOM ジェルフォスポッチの全4チームの方々ですで順番としてはまずベアテックの方々からこの場で5分間プレゼンをしていただいてその後質疑応答を行いますで質疑応答が終わりましたら次のチームと移りますので発表されている間に次のチームの方はその前段のところにお座りください で先ほどのリハーサルの時もお伝えさせていただいたんですが基本的にあそこの手元にありますパソコンを使って発表していただきます。できたらお願いしますで、はい、で先にじゃあ流れを説明させていただくと今回オンライン Zoom だけで参加されている方と Zoom と現地どちらもいらっしゃる方々と集まったかな大き、OK、かなありますのでまずは KOM さんは。 ベアテックか、ベアテックさんはズームからの参加ということなので、一旦ズーム上でお話しいただきます。で、まあ僕らからお願いしますといったタイミングで、あの好きなタイミングでお話しいただいて5分間守ってください。で、一応奥の方にも5分間というのがありますので、ちょっとちっちゃいんですが会場の方々あれを見ながらお話しください。それでは準備できましたかね。もう少し。わ、ね、かりました。いいでそれでは、えー、チームベアテックの方プレゼンお願いします。 はいよろしくお願いいたします皆さんこんにちはベアテックです全員今日はアメリカからオンラインの参加となりますはい。まずは開発に携わったメンバーを紹介いたしますはい、PM およびバックエンドを担当した藤井フロントエンドを担当した池田そして同じく笹尾の3名ですえー、3人とも経験は少なく特に私はターミナルも触ったことがなくてまあ、プロジェクトの第一歩は私に VS コードのインストールの仕方を教えることでした、はいえー、はい。では早速ですが 皆さんは喫音症ご存知でしょうか多くの方はドモリという言葉で聞いたことがあるかもしれません、えー、国立障害者リハビリテーションセンター研究所は話し言葉が滑らかに出ない発話障害の一つとしています、えー、代表的な症例は音を繰り返す連発音を引き伸ばす心発そして言葉に間が空いてしまう難発などがありますはい、えー、私には喫音症を抱える四つへの兄がいます 彼は昨年大学卒業後の進路を決めめるたにに就職活動に励んでおりましたしかし最近多くの会社は動画提出型の自己 PR を選考に必須としておりパソコンの前で苦しみながら良い知らせを待ち続ける兄を間近に見ていました兄と同じような状況の方は実は数多くいます実際6割以上のきを感患者が「きつ音は就職の妨げになった」と回答しているデータが存在します それでも、き音患者っていうレアケースにいちいち配慮してられないよと思う方もいるかもしれません。えー、しかし、実際は人口の1%がき音を抱えていると言われています。これは日本の人口に置き換えると、青森県や石川県、すべての人口に値します。ここまで多くいるき音患者が近年 SNS への動画による自己表現や学校の課題としての動画提出など、 マイクの前で話すことを求められる場面が増えてきていることに対してどう考えているのかそれを探るために兄にヒアリングを行いました兄からの次の言葉が印象深く残っています喫煙症患者には録音に苦手意識を持っている人が多い面接という場面に限らず録音自体が苦痛なんだとわかりましたさらに可能なら自分の声で自分の思いを伝えたい 私たちはこれらの課題を解決するために、音声編集サービスを開発いたしました。まずはこちらの動画をご覧ください。はい。うん。一つ戻っていただくこと。はい、ありがとうございます。 動画が上手に再生しないようなのでデモ動画の方はちょっとお預けということでお願いいたします次の方お願いしますはい、えー、まあユーザー操作を詳しく説明いたしますまず話す台本を入力していただきますそして台本を読んだ録音をアップロードしていただきますアップロードされた音声からは音の繰り返しや引き延ばしなどが取り除かれユーザーの元に帰ってきます はい、私たちのサービスにはヒアリングの結果浮かび上がった2つの課題に対する解決策を搭載しました1つ目は録音に対して良い体験が少ないことこれに対しては的確かつポジティブなメッセージを AI で届けるシステムを作りました2つ目は今ある音 AI 音声技術を使えば台本は読んでくれるのでどもることはないけれど自分の声質のまま感情と思いを伝えられないことこの課題を解決すべく声の録音も自動編集をプロダクトに実装しました マーケットにはすでに類似のサービスは存在しますがこの2点を兼ね備えているプロダクトは存在しませんそれでは実際にこのサービスを体験してもらうために2つの音声を聞いてもらいますまず編集前の音声ですこんにちは,こんにちは、はい。そしてこれは私たちのサービスを通した音声ですこんにちはこんにちは いいいいいかかかががだだったたたでしょうかデモ動画がない代わりに音声を聞いていただけたかと思いますえ実際にサービスを試していただいた方からは感情が伝わらないという問題が技術で解決できた間をなくしてくれて助かるなどといったポジティブな評価や提出型面接でも使えるよう動画も音声と同時に編集できたり苦手な音が少なくなるように台本を自動で編集してくれると嬉しいといった今後につながるお声もいただきました。 このサービスには、より多くの方々が声という個性に自信を持って発揮できる社会を作る可能性があると我々は信じています。最後になりますが、経験の少ない我々でも参加できるハッカソンを運営してくださってありがとうございます。アメリカではハッカソンというと敷居が高くて未経験な私のようなものには程遠いものでしたが、えー、最後まで支援してくださった Code for Japan 様、他のスポンサーの皆様には感謝を伝えきれません。ご清聴ありがとうございました。 デテクさん、ありがとうございました。そうですね、先ほどの動画なんですが、1分ほどまだ予備時間がありますので、流したら、もう一度流させていただきたいのですが、できそうですかね。あ,かねあ、できてますねあ。お、動いてますね。先ほど説明した通り、台本を入力していただいて、次へボタンを押して、そして、えー、実際に喋った録音ファイルをアップロードしていただくと、最後のページでは、え、ー 反発や新発を取り除いた音声でダウンロードできるとともに AI からポジティブなメッセージも届けられるというプロダクトになっております。ありがとうございます。ますめちゃくちゃ大事な動画ですね。い,すいや素晴らしいと思います。ありがとうございます。はい、はい、すいません。ちょっとあの僕からの方で振り回ったんですが、はいえー、それでは質疑応答の方に移りたいと思いますので。 スライドとかで質問が来たら答えたいなと思います。少々お待ちください、ね。<う>質問を2つほど来ております。Code for Japan 関さんから AI による音声編集にして技術的な面をもう少し解説聞きたいということだったのですが、ちょっと関さんにも詳しく質問をください。大丈夫ですかね聞こえますか聞こえているかな はい聞こえておりますああ大丈夫あの,あの素晴らしい提案ありがとうございますあ実際に動いてるのもすごいなと思いましたあの AI の部分まあその事前に文字を入台本を入力するみたいなところがポイントなのかなとも思ったんですけれどももうちょっとあの裏側でどのような処理をしているのかっていうのをお伺いしてもいいでしょうかそうですねあの録音をして音声を処理する方とあとはそのアドバイスを AI が出してくれるっていう方は完全にちょっと分かれていてですね構成図の方にスライドに戻っていただくと分かると思うんですけれどもあのこのまず上の方側で音声の修正をしています、まあ、クリーンボイスという API を通ってあの音声が修正されてるんですけれども、うん、あのそちらの方ではやっぱ英語のサービスなんで、まあ、日本語でもこうちゃんと あの途切れをなくせるようにちょっとハイパーパラメーターをいじっております。<ー>でうんと下側の方は Google のテキスト2スピーチを使ったものをあの、まあ、その文章をチャット g p t に与えて本来の,あの台本っていうのもチャット g p t に与えているので<ー>そこの違いっていうのを見てあのチャット g p t がアドバイスを出してくれるっていう<ー>そういう2つのシステム。 の融合っていう形になってますなるほどありがとうございますよくわかりましたありがとうございますえ、そうしましたら <laughs> AWS 岩瀬様からも質問があると思いますのでよろしくお願いします AWS の岩瀬です素晴らししいい発表ありがとうございましたちょっと違う角度からの質問なんですけれども、この今回のプロダクトは、ですねこのきつ症の患者さんの方々をアシストするテクノロジーということで開発されていると思うんですけれども、多分彼あのそういった方々がより生きやすい社会になっていくためだと、多数派の方々、他の方々のサポートというのは非常に重要になってくるんかなと思っていて、そういう方面でのアプローチとか、対策、施策など考えられていることがあればお伺いしたいですよろししくお願いします。 こ聞こえちょっと聞きづらかっったそで前半がちちょょととすいまません聞聞こえしきにくかったので、<あ>もう一度お願いすねつ音症の方々以外の,あの、そういう症状を持ってない方々、多数派の方々の理解を促進するっていうのが非常に大事なのと思うんですけれども、そういった多数派の方々の理解を促すための取り組みとかで考えられていることがあれば、教えていただきたいです。わ <laughs> かりました 多数派っていうのはそのまあ室音症への理解を深めるっていうのもまあ重要なんですけれども、まあ、今こういうじゃあ動画のじゃあ配信をしたい、まあ、YouTube に投稿したいでも自分の声っていうのに自信を持てなくてそういうところに実際に踏み出せないっていう人たちの,あの、まあ、悩みを解消するサービスというだけであの。 そうですね、まあ、これから、まあ、そういう人たちの声がもっとあのフォアグラウンド、もっと全面,面に出されていけるような社会を、まあ、目指してはいきたいなというふうには考えていますすはいいありがとうございます、はい、ありがとうございました。 えそれではですね、えっと、スライドの方で匿名でも質問がいくつか来てますので、えー、お時間が今4分ぐらいなのであと1問だけちょっと、えー、私,たちから私から代わりに、えー、質問させていただきます。えっと、後半の機能、えー、のところで AI からフィードバックとかアドバイスが返ってくるっていう機能があったと思うんですが具体的にどんなアドバイスとかフィードバックをいただけるのかなっていうのをご説明いただいてもよろしいでしょうかデモ動画の最後の方に少しだけ映っているんですけれど。 多分早くて見れなかったと思うんで少し説明すると、えっと、もちろん話した内容はもちろんのこと、えっと、自分の声に自信を持ってゆっくり話すことを心がけてみましょうなど、えっと、その既存症の方はその話すっていう体験にネガティブな思いを抱く方が多いので、えっと、それをポジティブな体験に変えるために前向きになるそのようなメッセージが残ってたりしますなるほどありがとうございますじゃあそこにもあの先ほどお兄様の話もありましたがそういったユーザーの だろうな応援という意味も込めてそういう機能があるということですかね聞こえないかなな本当ですか <laughs> まあ僕からあの簡単なあの感想を言っただけなんですけどあの素晴らしい機能だなと思いましたとにかくいいことを言っていますはいおめでとうございますとうございますはいそれではちょっといろいろごたごたあったんですけどもまあ大体5分ぐらいあのお話しさせていただいて質問も参考させていただいたので一旦ここで質疑応答終わらせていただきたいと思いますいろいろ不備とありましたがありがとうございました ありがとうございます,いますそれでは続いてえっと KOM の皆様よりプレゼンを行っていただきます KOM の皆様準備はいかがでしょうか大丈夫そうですかね準備 OK ですか、ね、OK ですありがとうございますそれでは KOM 様よりプレゼンお願いいたします はいすみません少々お待ちくださいこ、はい、ちらの声が聞こえてますでしょうかはい、はい、オッケーです少々お待ちください。 ちなみにさっきの質問とかもあんまり聞き取れてなかったですかねえっと聞き取りづらい部分もなるほどかしこりました。ッケーですで質疑応答もちょっとお手数なんですがパソコンもそっちの方に持ってきますのでこれにお話しいただいても嬉しいです。すみません。演ま,、えー、までもうしばらくお待ちください、えー、一応予備時間 合計したら三十分ぐらいあるのかな、用意してますので全然大丈夫です。想定範囲内です。パソつけてま <laughs> はい。です。あの先ほどみたいにもしかしたらあの説明動画をうまく流さなかったところあればあのちゃんと私たちから流させていただくのでその点はご安心ください。使用距離大丈夫そうですかね。ちゃんと動く。OK。ありがとうございます。それではベアテック様よりプレゼン五分間お願いします。はい。 今から KOM の発表を始めます発表メンバーは三浦、倉橋、大森ですよろしくお願いします私たちが作成したアプリは匿名質問アプリサイレックです皆さんは大学の授業をしっかりと聞いている人がどれくらいいるか知っていますかマイナビ学生のじ窓口の調べによると約7割の学生が授業中にスマホを触っており集中していません さらには眠ってて授業を聞いいいいない人もいます。ですが彼らにも聞き逃してはならない情報がありますそれは課題についてです単位を取得するためには課題を提出しなければならず単位の取得がかかっているので命がけで提出しますしかし授業で一度説明されている課題の作成方法や提出方法内容を実名やメールで 直接聞きに行くのは印象が悪くなるのでとても聞きづらいですそこで名前を出さずに質問ができたらいいなと思いましたそしてこのアプリを作成しましたこれだけを聞くと授業中に集中していない人や遊んでいる人を手助けするなんて悪いアプリなんだと感じることでしょう実はこのアプリはやる気のない生徒と教員をもう一度結びつけるアプリです 私実際に私たちの大学の教員は課題を出さずに単位を落とすのであれば匿名で質問をしてもいいので諦めずに出してほしいという意見がありました生徒は授業でわからないところを質問でき教員は生徒の学習状況や授業の理解度を知ることができますさらに生徒間や教授とフィードバックを行うことにより授業の理解度を授業の理解度が向上します このアプリを使うことによって、教授に質問できずに諦めてしまっていた人や、恥ずかしくて質問できない人の学びのチャンスを増やすとともに、授業への理解度も増し、教員とのつながりも深まります。サイレックには、匿名で質問ができる、画像やファイルを投稿できる、授業の理解度を共有できるといった機能があります。大森さん、お願いします。 続いて実際にサイレックを使ってみた動画を流したいと思いますまずはじめにログインをします続いて該当する講義のルームに入ります今回はソフトウェアという講義を選びます、えー、それぞれ質問タグや連絡タグなどいろいろなタグがあります今回は質問タグで PDF ファイルについての質問を送ります 左側に教員右側には質問者が表示され質問が匿名で送られているのがわかると思います回答が返ってきました右側の Q&A のみ表示を押すと回答と質問のみの表示に変わります技術には Next.js と Superbase を中心に開発しました Superbase では リアルタイムチャット機能とファイルを保存するストレージ機能を使っています、えー。サイレックは細かな UI、UX にも意識しています。まず一番使うであろう回答はすぐに見つけることができます。教授は回答と質問をすぐに見つけることができます。そして同じデータは再取得しません。 回答の下に表示されている質問は同じ内容のものがあります。これに関してはキャッシュを使ってデータの再取得を行いません。こうすることでロード,を表示するロード画面を表示することなくユーザーに表示しています。もちろんデータがない場合には取得をします。サイレックに似たサービスとして Google クラスルームやペンマークなどがあります。しかし、これらのサービスは、えー、匿名で質問しやすい できる、えー、教員が参加しているタグ付けできるという3つの要素を併せ持っていません、えー、そうですサイレックは匿名で参加し教員を判断できまた質問や連絡などのタグ付けを行い、えー、3つの要素を併せ持つことになっています、えー、私たちはこれらのサービスをしのぐアプリとなっています今後の課題としては誹謗中傷や連当対策、えー <laughs> 実証実験による検証です、えー、このアプリはまだ実証実験を行っていないので、えー、学生などに実際に使ってもらい、えー、信用できるアプリへと進化させていきます私たちが作成したサイレックは間違いなく日本のいや世界の学生を救うアプリです気軽に教員に質問や相談ができるアプリとなりますより学生生活が豊かになります以上で終わります、はい、ありがとうございました それではこれからは質疑応答にお答えしていこうと思います。よいしょ。ライブも見てきますね。そしたらまだないので、そうですね、ポジティブかな。AWS 岩瀬様より質問いただきましたので、よろしいでしょうか。お願いします。ちょっと分かりづらい。お願いします。 ありがとうございましたあの最後にあの誹謗中傷対策がこれからの課題だとおっしゃってたんですけれども確かにそこがあのすごくキーになって場合によっては差別化になってくるのかなと思っていまして今考えられている選択肢があれば教えていいたただきたいです、はいえー、誹謗中傷に対しては AI を用いたことで防ごうと思っております。また匿名といってもログインをするので その教授側には万が一何かあった場合にはそのユーザーの情報を提示できるという点も考慮しております。終わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。そうしましたらよいしょ。もう一人エイダブレス様から質問いただいてましたかねよいしょ。エー出版社山下さんよろしいでしょうか。お願いします。これ喋る。はい。皆さん。はい。プレゼンありがとうございました。 えと20年前にあったら使いたいなと思いました。はい、課題をよく忘れていたので。はい、で、えーと、サイレックってサービス名だったと思うんですけど、これ、褒めた思いとか由来ってあるんですかサイレンスとレクチャーを組み合わせた造語になっております。サイレンスとレクチャー、それはどういう意味なんでしょうか、ねそのまあ。サイレンスは匿名で講義を受けれるような意味になっておりまますすあ、うん、ありりががととううごござざいいます。 ます。よよよよし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 。そうしましたらよ他に質問が今来たのでちょっと僕からも質問させていただいてよろしいでしょうか。あのプレゼンの中で、えー、同じデータは再取得しないというお話があったと思うんですがあそこが具体的にここのアプリとの同メリットとつながってるのかなっていうのが。 えっと、このアプリっていうよりかは、うん、その、はい、アプリ、そのウェブサービスとして、うん、そのやはりユーザーにロード画面を表示すると、うん、やっぱそのストレスとかが溜まったりするので、うん、あるよりかはない方がいいということで、導入していますうん、うん、なるほど、ありがとうございいいます,ですそししたたらもう少し質問拾っていきたいと思います。 えー、特命から質問いいいたただだててまますすので代読させていただきます教員側の設定は簡単にできたりしますかというところで、まあ、なんか例えば PC 操作不慣れな教授というのもまた何人かいらっしゃるのかなと思うんですがそういった方々に対してはどういった配慮をされているのかお聞きしたいいですはい、えー、とまずデザインに関しては見やすく素早,やす素早く分かりやすくということでまず無駄な情報は入れない。もう 講義に参加する、チャットをする、をする回答のみを表示する、っていう機能だけに絞っているので。あまり難しくないようにしています。うん、なので、教授、なども、使いやすいと思っております。うん、ありがとうございます。うん、いますよいしょ。そうしましたら。一分ほどあるるかな。いいです。そうしましたら、じゃ、他質問が、の、そそう、うん、ここからもうつ問質問いいですかね。ありがとうございます。うん これのあの大学の授業とかでいろいろ話されると思うんですけど、これ具体的に。単位でその科目とかって何か変わったりするんですかね。特に難しい科目とか。そういうなんか。大学の趣里とか、そういうの関係なく使えるっていうものなんですか、ね、はい、えっ、ー、と、どの授業でもすぐ講義を登録できるようになってます。うん、うん、うん、うん。はしこまりました。ありがとうございます。そしたら匿名でも質問が来ていましたので、あと一分か。一問ぐらい行っていきたいと思います。 そうですねちょっと実用に関する質問が来ていまして学校側が例えばこのアプリ利用を認めないんじゃないかという可能性もあるかなということで学校側はこういうこのアプリを事前に使いたいとなった場合学校側に使ってもらうにはどう説得するとか学校側にどんなメリットがあるってことで使ってもらえると設計してますかという質問があるんですか。 えっ、ーえー、とそうですねまず、そこに関しては教授にまずヒアリングをしました、うん、そしたら実際にその授業のフィードバックとかその生徒がどれくらい理解しているのかっていうのを知れるので教授側がとても入れてみたいとおっしゃっておりましたなのでその教授側も入れたいとおっしゃっていればその学校側もじゃあ入れてみようってなると思っております。はい

あジェルホスの皆さん大丈夫そうですか OK、ね、ですありがとうございます、えー、それでは五分間プレゼンお願いします OK ですそれではプレゼンお願いしますはいこんにちはジェルホスです、えー、まずはこちらをご覧ください問題ですこの矢印は何を表しているでしょうかじゃあ答えです正解は、えー、我々の学校のゴミの回収ルートでした このようにわれわれの学校ではゴミを回収するのにとても長い距離を動しなければいけません、それは非常に大変です。そこでわれわれは実際に清掃員の方にインタビューをしてみましたすると、ゴミの回収は二だがかりで1時間もかかり、ゴミ,ゴミ,、えー、っとゴミを回収するのにすみません。 ゴミを回収した後はサン,サンタクロースみたいになるほどゴミが集まり <laughs> すみません。しかもそれを廊下を移動しながら運まないといけないのでとても大変だという意見がありましたこれはとても大変ですそこでワイワイはロボットを使ってゴミ箱を各フロアごとの一箇所に集めてしまおうと考えましたそれを可能にするのはこのトラカムです 我々電子こ我々は電子工作部という部活でさまざまなものを作っています。メーカーメーカーフェアなどにもさ作品を、えー、出しております。その経験を生かして作ったのはこのトラカムです、えー。コンセプトとしてはまず普段の仕事を少しでも楽にできどんな人でも簡単に使えて使う人の負担も少なくたくさん作れるようなものにしようというコンセプトです。 使い方はとても簡単で清掃員の方がゴミを回収してしたらもうその後ボタンを押すだけです <laughs> そしてそれを可能にするための特徴がまずライントレーサーの技術が使われているというところですライントレーサーとは線に沿って動くロボットのことです今の画像の出てるやつですじゃあなぜライントレーサーなのかというとバグが少なく簡単仕組みが簡単なのでバグが少なく線を引くだけで道を設定でき そして量産も簡単なのでという理由で今回採用しました、えー、しかも使う側にとっても誰でも簡単に直感に的に道を決められます2、えー、つ目の特徴時間になったら勝手に動き出すというところですじゃあこれによりまあ休み時間などの人の多い時間を避けて運用することができます3つ目の特徴やっぱりワンタッチで操作できるというところです、えー、ここのボタンを押すと 回収した後にゴミ箱が元の場所に戻っていってくれるので、まあ、とてもまあ楽ですねしかもこれ足で押すことができますなので清掃員の腰の負担もま安心ですねということでしてじゃあ実際に動いているところを見てみましょうあなんかちょっと明るいですけど、えー、まあこのようにボタンを押すとロボットが動きだしでここですねラインを沿って ライントレーサーの技術を使って動き出します。はい、そしてちょっと見にくいですが、銀色のテープのところに行くと止まり、設定した時間になるとまた動き出します、はい。こういうふうにすることにより、なんと移動距離、もともと770メートルあった距離が、なんと50メートル、50メートルにまで短縮できます。これはもう全体の93%減です。すすごいですね えこだわりとしてはやっぱり足でボタンを押すことができるしゃがまなくていいというところとゴミを取り出すときにゴミ箱を取り外せるというところです文化祭でも試してみましたが好評でゴミにゴミをたくさん入れても動くことがちゃんと分かりましたそして今後の実装予定の機能については衝突回避これは前の方に人感センサーをつけて前に人がいたら止めるというふうにしようと思いますそして量産化について、まあ、これはたくさん作るということです でして最後の充電の問題に関してはまあいちいちねバッテリーを取り外さなくてもいいようにもうワイヤレス充電でできるようにしようと考えておりますえ少しはトナカムのことを分かってくれましたでしょうか我々の発表は以上となりますえご清聴ありがとうございましたありがとうございました、えー、それではここから質疑応答に入っていきたいと思います,います、えー、現段階でスライドにまだ質問がないかな なんで今書いてあていいいいてててたただだ間にちょっと僕から質問させていただきますあの文化祭で使われたってことだったんですが正直なところいたずらされたりとかはしないんですか、ね、あだ、それは意外と大丈夫だったんですかなかったんです。なるほど。はいはい、なんかそしたら文化祭の時に具体的にどんな声があったのかなって文化祭はち,ょっとあのちゃんとゴミを入れても動くのかっていう実証実験を兼ねてたので本来の使い方とはちょっと違ったんですがちょっと見てて面白いだとか。 なんかこんなものが学校にあったらちょっと行きたくなるなみたいな,な、ね、まあそんなちょっと面白いっていう意見をまあ多くいただきました。かしこまりました。ありがとうございます。そしたらスライドから質問が来てますので、よいしょ。えー、英字出版山下様より質問が来てますので、山下さん、お願いしますあ。プレゼンありがとうございました、えーと。素晴らしいアプローチだなと思ったんですけど、えっ、ー、と、時間が短縮したら。 2>, 2人がかりで30分60分で清掃されてるって言われたと思うんですけど1人で十分,なん十分じゃないってなって、えー、と1人失業するみたいなことって想像されてたりしましたからごめんなさいゴミ箱が動くのもやっぱりその段差とかもある,じゃないあるんですよ学校に。 その段差を、えー、まだちゃんと超えれるように設定できてないんですけどただその2人分かれているところがちょうど段差がないエリアなのでそのところに集まることによってその問題を先送りにできるっていうちょっとそういう目論みがありましてありがとうございますありがとうございますありします。ございしますそしたら Code for Japan 関さんにも質問が来てますのでお願いしますありがとうございました、えー、実際に作ってみるのはすごい素晴らしいなと思いました で実際にその運用を考えたときには、まあ、電源の問題は言ってくれましたけどなんかそもそもどれぐらいの重さ結構重そうなのでそれに対応できるのかとかあとたくさんゴミ箱あるのでそれがなんか一度に集まるとかって本当に大丈夫かとかですね多分こうハードルがいくつかあるんじゃないかなと思ってるんですけどなんかその辺についてもうちょっとアイデアとかあれば教えてください。はい、あととと設定かかもなんか後で変更したりとかはい、はい いいあるんじゃないかなか、はい、ちょっと、まあまあ、考え中のものもあるんですけど、まあ、最後に言ってた、まあ、時間の設定ですかね、うん、時間の設定に関しては、まあとからなんかこうなんかポチポチっていうタイマーみたいなのをあとにつけて、まあ、それをそれを使ってあの時間を設定しようと思っててあの目覚ましみたいに、うん、<laughs> あのそんな感じで設定しようと思ってて。 集まるときの問題はその人が少ない時間にやることによって、ちょっとぶつかるリスクを極力減らす方向に持っていってからダイヤみたいなものを決めて、そんな感じでまあぶつかりにくいよう、ね、に、まあとの人間センサーをまあロボットにもまあ適応できると思うので、前にだったらた感じでやろうと思っていって、大丈夫です。大体そのぐらいかな。はい はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、先ほどの質問に関連して、結構、匿名からですね、その性能に関する質問がいくつか来てます。え例えば、ゴミどのくらいの重さまでなんか運べるとかっていう計算とか、あとは坂道登るときどのくらいの角度だったら登れるとか、なんかそこら辺の数値ってあったりしますかね。 なぜその状態で置いているかというと、まずこの格好に坂がないから。坂がないから、まずはそれは排除して作っていって、それで重さですね重さに関しては、大体ゴミ箱合わせて1 0キロぐらいは動かせると思います。確かそのぐらい動かせたはずです。なるほど、ありがとうございます。そしたら残り1分ぐらいで。 中川正史商店井上さんからも質問が来てますので、ズームから質問できますかね、井上さん。あ OK、はい、です。したら最後、代読させていただいてもいいですかね。OK、じゃあちょっと、あの中川正史商店井上さんがちょっとじ僕らで準備するまでに僕が代わりに読ませていただきます。えー、とてもユニークな取り組みですね。ゴミ箱が動く姿もかわいです。 で学校だけでなく、観光客のゴミ問題を抱える都市でも使えると素晴らしいなと思いましたとありますが、なんか将来的に学校以外でこんな場所でも使ってみたいんだよな、展望とかってあったりしますかそうですね、まあ、学校以外で使えるようにできるんだったら、どこにでも使いたいんですけど、今はまずは学校の平らな道でちゃんと動かせるようにってところを考えてるんで、ちょっとそれは後回しになると思いままますうん、うん、かししこりましたありたあがとうございます。 いいです。そしたらちょうど5分ぐらいなので一旦今日の質疑応答これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。ます。よいしょ。ます。よいしょ。クズクズ続いてまして。えじゃ次4チーム目のどっちの方々。ボッチの方々っていうの違うな。チームボッチですね。<laughs> ちょっと違います今本当にごめんなさい。チームボッチの方々。ええ。OK、ええ、です。ありがとうございます。<laughs> ちょっと準備させていただきますね。結構皆さん質問たくさんいただいてありがとうございます。5分間なんでね、ちょっとどのくらいできるか。準備大丈夫そうですかね。ひ、はい、よちゃん大丈夫ですか。もうちょい。オッケーです。じゃあボッチの皆様お願いします。それではこれからチームボッチのプレゼンをさせていただきます。よろしくお願いいたします。 いきなりなんですが皆さん大学で友達作りに苦労した経験ありますかもしある人いたら挙手の方お願いいたしますあ,ありがとうございます皆さんありがとうございます見てわかるとおり多くの人が友達作りに苦労した経験があると思いますで実際にこちらの資料を見ていただきたいんですけど友達がいる人といない人で大学生活の満足度が変わっていることが分かりますそこで今回私たちは 大学生の孤立化を解決するというテーマに挑戦させていただきましたこちらのテーマを選んだ背景といたしまして私たちは3年生になりゼミというきっかけで友達を作ることができましたしかし逆を言えば3年生まで友達を作りたいが一歩踏み出すことができず友達を作ることができませんでした実際に友達を作りたいが一歩踏み出すことができないそんな学生は多くいると思います そそのの学学生たたちちは友達をを作るきっかけを求めていまますすこで今回私がが提案しますのが学内交流アプリフレンズでございますフレンズとは学内の良さを全面に生かしたマッチングや掲示板の機能を用いて友達を作りたいが自分から話しかけることができず大学内で孤立している学生を対象に友達作りのきっかけを提供するアプリでございますこちらが既存の学生向け交流アプリでございます これらのアプリにはユーザー同士の個人的な連絡が取れないだったりマッチングすることができないなどさまざまな問題点がありますですが私たちフレンズでは学内の良さを全面に生かすことによってこれらの問題を解決しようと考えておりますでは具体的にどのように学内の良さを生かしているのかについてアプリ概要とともに説明の方をさせていただきますまずは認証機能です こちらでは学内のメールアドレスと個人のパスワードによって認証いたしますそれによって学内のみという安心感の提供をいたします続いてプロフィール画面ですこちらでは自己紹介文、学部学科、写真、趣味、時間割などを登録することができます学内だからであるこそこちらの時間割というものを登録でき他の3つの既存のアプリではない機能でございます続いてマッチング機能です こちらでは、学年学部学科時間割をもとにマッチング相手を探すことができます。ユーザー同士が右下のいいねボタンを押し合うことによってマッチングでき、チャットの方でやり取りができるようになります。学内だからこそ、マッチングしてからすぐに会うことができます。例えば、同じ講義をとっている人と一緒に講義を受けることができるようになります。続いて、チャット機能です。こちらでは、マッチングした人と個人間でやり取りができます。 それによりマッチングしてから安心して相手と会うことができるようになります。最後にこちらが掲示板機能です。こちらではユーザー同士の交流の場としてコメントの投稿やそれに対する返信が可能となっております。こちらには4つのテーマがございまして1つ目がフリー、好きなトピックについて話し合います2つ目が交流会ランチやディナーなどの遊び約束に使うことができます3つ目が講義 講義のの分からなない部分の質問にでできます4つ目が教科書で不要な教科科書書不要を譲り合うこと教科書の方では講義では教える教科書ではゲットというボタンがありましてそちらの方を押しますと個人チャットの方に飛びそちらでやり取りが可能となっております私たちは今回のアプリで一番強みだと思っているのがこちらの掲示板機能でありその中でもこちらの講義と教科書が強みだと考えております なぜこの2つが強みかと言いますと正直私みたいな友達を作るのが苦手な人にとってマッチング機能などのきっかけがあっても話す名目とかがないと友達を作るのが難しいっていう部分が根底にありますそこで教科書を上げるや講義を教えるなどの話す名目があることによって友達を作るハードルを低くすることができますそのため私たちは今回こちらの掲示板の教科書と講義を一番の強みだと考えております で今までアプリの説明を聞いてきて本当に友達を作れるのかと不安に思う学生や、えっと、企業の方もたくさんいると思いますそこで私たちはこのアプリが友達を作るきっかけになる,のかなると思いますかというアンケートを学内で取った結果9割以上の人が友達作りのきっかけになると回答してくださいました最後に学内交流アプリフレンズは友達がいなかった私たちからこそ作ることができた大学生の孤立化を 孤立化の本質的な課題を解決するための最適な提案であると考えております以上でチームボッチのプレゼン終わりますご清聴ありがとうございましたはいすみませんプレゼンありがとうございましたよし、ここからは資料等に移っていきたいと思います最後に移っていきます ね、ありがとうございます <laughs> じゃあ、ちょっと読み上げていきたいと思いまますす、えー、から質問いただいてますさせていたただだてきます。 マッチングする際にあのどんな情報があるとマッチングしやすいかというところで例えば教科書とかの話あったと思うんですけど、うん、どんなあの会話とか、あとどんな声があったかみたいなところを聞けたら、うん、ありがとうございます。でマッチングする際に えっと、既存の,人の恋愛の方になってしまうんですけどそちらのマッチングアプリとかって相手の写真とか年齢とか性別見れるけど実際どういう人なのかとか自分と本当に趣味一緒でも本当に話し合えるのかとかって分かんない情報が正直多いでも学内だと講義とか学年学科そこまで分かるからあ同じ学科の人なんだとか 講義一緒だから一緒に受けてみようかなとかそういう軽い気持ちでマッチングが使えるっていう部分で他のマッチングアプリとは導入が楽になっているのかなと思います質問ありがとうございます例えばマルチ関与とか、うん、ちょっと危ない人とかに関しても、うん、あつながることもなくはないのかなと思うんですが、うん、そういった面に関してはどんな設計されてますか、うんうん、ありがとうございます こちらの方ですと、私たち学生のメールアドレスと個人のパスワードへの認証を行っていますのでそのような勧誘の人がこちらのアプリを利用することがまずできない仕組みとなっておりますですのでそこら辺は安心していただけたらなと思いますかしこまりましたありがとうございますしましたら審査員の方々からも質問をいくつかいただいています AWS 岩様またよろしいでしょうかよいしょお願いします あ,ありがとうございました。あの私も大学時代、すごく初め、孤独だったので、<laughs> いいなと思いながら聞いていたんですけれども、あのえっと、お伺いしたいのが、うん、このアプリのプラットフォームとしての価値を高めるために、うん、まずはより多くの方々に使っていただくというのが第一ステップになるかなと思うんですけれども、うん、そこの、ま、学生さんに使ってもらうためのインセンティブとか、何かをより多くの方々に、まず使ってもらうための対策というのを考えられていたら教えてください。 ごご質問ありがとうございます、えっと、まずこのアプリを、ま、ず私の通っている大学の方で実験で使用しようかなと思っておりましてその方法としてまずちょっとこの大会の方を少し使わせていただこうかなと思ってこちらの大会で今最終選考まで残らさせていただいたんですけどそれで大学内の広報の方に載せていただくことになりましてそちらでえっと広告として使ってこのアプリを広めてかつ大学でその多分しっかりと賞を取れば えっと、許可もおりと思いますので、掲示板とか、その大学の方に貼らせていただいて。みんなに利用者を増やしていこうかなとは考えております。ご質問ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。と、そうしましたら、コードフォージパン関様よりも質問いただいてますので、お願いします。 ありがとうございます。あの、すでにちょっと答え、他の前の質問で答えもちょっとあったんですけど、あの、まず教科書の後のきっかけがあるのはすごくいいなと思いました。結局、なんか話題がないと、友達、うん、作るの難しいだろうなと思ったので。で、あの、競合アプリにその、マッチング機能がないっていうのは、多分トラブルを防ぐっていうイニングもあると思っていて、多分こう、学校というフィールドの中でも、あの、 それでもかあのトラブこへどうの対策みたいなものを考えていれば教えてください。ご質問ありがとうございます。えっと正直なことを答えますとそこまでマッチングしてからのトラブルっていう部分の対策を強くしたっていうところはなくて今も考えれてないという状況なんですけどそうですね本当学生認証で学生にやってもらうっていう部分と今回 Firebase ーーの方を使ってるんですけどそちらでお問い合わせとかへ行くと自動でメールの方が 受信送受信できるようになっておりまして、その機能を使うことによって、そのお問い合わせでこちらの方でアカウントの方を提出することも、Firebase の管理下で可能ですので、そうやって、その不適切なユーザーといいますか、そのような方たちのアカウントを消すということはこちらで可能ですので、そういう対策をできればなとは考えております。あありがととととうございいいいままししたたそれではあと1問だけちょっといきたいなと思いまして 会社とかそれ以外でも使えるのかなというのがあったので、それに関してセルフォース、小山様から質問いただいてもらろしいいでしょうかあプレゼンテーションありがとうございました。私も学生時代友達が少なかったので、こういうサービスが大学時代にあればよかったなと、思いですね。 まあ最初にちょっとお聞きしたかったのがまあこのサービスの安全性ですとかそのコミュニティの安全性をどう担保するかみたいなところがまあ一つあったんですけどまあこれは皆さんがあの質問しているので、うん、もう一つこのサービスあの私も学生時代ってなかなか校内に友達がいなかったのであのバイトですとか、うん、あるいはこういうようなコミュニティでですねすごく貴重なあの友人でたりまあその将来にわたってつながるようなあの友達ができたんですけどもこのサービスをこう えー、学内以外にこう開放していくような構想は終わりですかもしあのあるのであれば、えー、ぜひその、えー、構想ですとかチャレンジを聞かせてください。ご質問ありがとうございます。今のところですと、アプリ自体は学内として使おうかなと考えておりまして、っていうのも時間割だったりさまざまな機能が学内だからこそ今実現しているっていう部分が強くありますので、学内で絞らせていこうと考えております。ですがその 今後の展望として今私たちの大学のみでのアプリ実装を考えてるんですけどそれを各大学ごととかにえっと広げていくことができればなとそういう展望は抱いておりますありがとうございますありがとうございますそれではちょっと時間過ぎてしまったのですが一旦ここで質疑応答を終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました はい、ありがとうございます。これで前半4チームのプレゼンが、えー、終わりました、えー。この後ですね、10分間休憩挟んだ後、今現在、2時14分かな。10分ほど休憩挟んだ後、えー、再開させていただきます。よいしょ。で、それぞれあの手洗いとかもあると思いますので、もし道案内とかで分からないとかあれば、この服着た人たちに聞いてみてください。で、後半は10分後にファイナリスト H2O さんから始めますので、えー、順番に皆さん、準備の方、よろしくお願いいたします。 それでは10分間休憩です。一旦お疲れ様でした。あちらのカメラに。お疲れです。一旦休憩です。 いたしました。ここから後半に入っていきたいと思います。よいしょ。えー、基本的な流れは前半と同じように、えー、今回後半組の H2O、リキラボ、リバーポッター、チーグルの全4チームにプレゼンをお願いします。えー、流れ基本的に同じですので、まず 5, 5組目のチーム H2O3 から、えー、僕らがお願いしますと言ってからプレゼンをしていただいて、えー、そこから質疑応答を同じように行わせていただきます。えー、それでは、準備大丈夫かな H2O の方々準備大丈夫そうですかねそれではプレゼンに移りたいと思いますのでチーム H2O の皆さんプレゼン5分間お願いしますそれでは発表を始めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします私たちチーム H2O は中高生のみで構成されています 一人はアメリカ在住で時差の関係で発表には参加できませんでしたが、三人で開発を行ってきました。本プロジェクトにおいては、アプリ開発を通して、的確でインパクトのある解決策を提示するために、私たちが経験してきた、日常の安全に関わるような課題に取り組みたいという強い思いがありました。そこでどり着いた課題が、 子供一人で気軽に出歩けるような社会を作ることです。日本なら子供一人での外出といってもそう危険ではない気がしますよね。しかし子供一人での外出は親が最も心配するイベントの一つなんです。実際、チェコマの調査によると小学生の保護者の6割が子供が一人でいるときに起こりやすい不審者トラブルに関して不安を感じるそうです。そこで 子供が一人で外出する際の保護者の視点について、小中学生の保護者にお話を伺いました。すると、複数の方々が少しでも安全を確保するために、通る道やルート選択について、子供と様々な約束事を決めているということがわかりました。安全な道を通ることに関しては、他の多くの保護者の方々も同様に気にされていて、私たちが行ったアンケートでも、9割以上、 約80名の方々が子供に裏,裏路地や危なそうな道を通らないようにと注意していると回答されましたこのように大きな心配の種となっている子供の一人旅において安全な経路の確保はとても重要ですしかし保護者の馴染みのない場所では安全な道の判断が難しく既存の道案内アプリは危険な裏路地などを通る最短経路のみを提示するので 参考になりません。また、私たち自身が小中学生として体験してきた一人で暗い夜道を歩くときの不安や、道案内アプリを使って知らない場所に行くときに通る裏路地の怖さなどはもう繰り返したくないものです。この課題を改善する解決策として、安全を重視した経路を探索する道案内アプリがあれば良いのではないかと考えました。 そんな背景から生まれたのがセーフナビですセーフナビは安全な経路を案内する道案内アプリですあ、動画を再生してもらっても大丈夫ですか すみません少々お待ちください。いはい、時間一旦止めておきますね。そうですね。ちょっと今すぐに動画を流せない状況ですので、えっと、審査の時間までにちょっと動画の方は流させていただくように準備させていただくので、一旦プレゼン中動画なしでもよろしいですかね。大変申し訳ございません。では、では再開お願いします。ますセーフナビは安全な経路を案内する道案内アプリです。目的地を入力することで、 通常の道案内と中、通常の道案内アプリと比べて、大通りを通る時間が長いルートを提示され、経路途中にある交番の位置が表示されます。ボタンの少なさや画面のわかりやすさも考慮して、子供の安全な一人旅をサポートできるように気をつけました。あ、スライド一つ前に戻っていただいても。はい。安全な道探索は様々な方法を試した上で、 現在は経路の途中にある交番を通過地点とすることで実現させています。多くの交番が大通りにあるため、極力大通りを通る経路の選択につながるということが分かりました。また、経路、経由する交番も範囲を工夫して選択することで、遠回りしすぎない経路の選択を、えー、提示をすることができるようになりました。デザインにおいては、ユニバーサルデザインカラーを使ったボタンを 使ったりボタンを分かりやすく設定するなどして設計時からアクセシビリティに配慮して設計しましたまたユーザー層が小中学生であることなどから誰にでも分かりやすい分かちがキーを使ったり文字を読めなくても使えるシンプルな設計としましたこのプロトタイプについて保護者の方に訪ね、えー、てみたところ政府ナビのメリットを様々な点で高く評価していただき約90名のうち88%の 保護者の方にこのアプリを使ってみたいと回答していただきました。その一方で交通事故のリスクを考えると横断歩道よりも歩道橋を使った方が安心だといった意見をいただきました。現在は今よりもさらに安全な経路を提案するためにいただいたフィードバックなどを参考に API の移行やアルゴリズムの改善を進めています。また子供の位置情報や経路を見守るることができる 保護者側の画面の実装をしてユーザーテストを行うことでセーフナビの社会実装に向けて日々歩んでいます最終的に私たちは事件や事故に巻き込まれる子どもの数を減らし子どものちょっとした冒険を後押しします一人旅を安全にセーフナビでしたありがとうございましたよい はい、はいありがとうございましたよいしょ詳しくはの動画の方は後ほど共有させていただきますのでまずはプレゼンありがとうございましたそれではスライドから質問いくつか来ておりますので私から代読させていただきますまず、えー、と、素敵な発想だと思いましたえですから大通りというところをまあ安全というふうに前提にして設定されてたと思うんですが多分後半の方にあったように車が多いとかっていうような新しい不安要素が発生してしまうかと思います なんか特にこの車通りとか、あのー、そういった新しいリスクに対しては何か対策とかこんな機能で対応したいというふうな、えー、想定はされていますでしょうかはいありがとうございますまずその交通量が多い道を、えっと、通らないようにするっていうのは、えっと、API の変更を行うことで交差点を、えっと、そうですね API の変更を行うことで、えっと 大きい道を取らないなどといったことができるようになると思うので、そういう面で行っていきたいと思っています。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、AWS 岩瀬さんにも質問が来ていますので、答えいただこうと思います。岩瀬様よろしくお願いします。マイクけで一旦マイクだけで、ちょっと聞こえますかね。 あこんにちは素晴らししいいプレゼンンテーションありがとうございました私もあの2人の子どもの母親なんですけれどもコロナアプリぜひ使いたいなと思ったのであの本当に素晴らしいなと思いますあの地域の安全員の方々がよく地域にあの私の通る道で立ってるんですけどそういう人が立ってるルートをあの通ってくださいってよく子どもに言っているのでそう,そういったところとかも分かるようにすると面白いなと思いました、えっと、質問としてはこう 技術的な部分のお話がちょっと少なかったかなと思うので、今はです、ね、どういったあの体制でどういった技術を用いて開発されようとされているのか、何か今の考段階でアイディアがあれば教えていただきたいです。よろししくお願いします、はいえっと、開発体制としては、えっと、全員3人とも開発をしているんですけれども、あえっと、開発体制についてで大丈夫でしたか。その通りですあ、はいえっと。開発体制としては 3人とも全員開発を行っているんですけれども、えっと、みんな受験生だったり、えっと、アメリカ留学中で時差が合わなかったりしたので、ミーティングごとに、えっと、専門、えっと、今週やることを決めて、今週は私が開発する、来週は違う、春菜ちゃんが開発するみたいな感じで、毎週何かしらの進捗が生まれているように開発をしていました。で、技術的な部分でいうと、SWIFT という、えっと、Apple の提供の コードを使っていたんですけれどもこちらは私がもともと SWIFT を書いていたので最適に役割分担を考えたときにデザインとか開発ルールのルールの整備を進められるのがいいかなと思って s w フ f を選びましたはいありがとうございますありございますちょっと時間止まってしまったら二三問ほど、えー、質問させていただきます え結構その交通量以外に他にどんな安全の基準があるかという話がたくさんあったのでちそちらは英字出版山下様からちょっと質問いただいてもよろしいですか。はいありがとうございました、えーと。私もぜひ使ってみたいと思いました。質問なんですけど、えー、と私が住んでいる町の隣でですねとてもあのいユニークというかあれなんですけど熊が出てあの緊急回覧板が回ったりしまして、えー、と交通事故とか新車以外にもその天才ですとか 重害など、そういったことの対策も今後、お考えでしょうか。そうですね今は考えてはいないんですけれども、まずは交通事故と不審者といった点で、っと進めていきたいなと思っているので、今後はそういったことは考えてはいないです。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、他に匿名からの質問が来てますので、質問させていただきます。 今回のアプリ、安全な道を表示してくれるってことだったんですが、例えばそれを逆手にとって、あの悪い人が、じゃあその人通りが多いところ、そこで待ち伏せするみたいなことがあった場合、なんかどんなふうに対応とか配慮を想定されているのかについても、お聞きしてもよろしいでしょうか。なるほど、大通りでしたら人がいると思うので、その点では安全かなとは思うんですけど、そういういいことでではないですかそうですね、だから、そっか、確かに。 そうですね。うん、<laughs> 確かにそうです、ね、そううでですすねねありがとうございます。僕もこれ結構気になってたんで、確かにその通りですね。すみません、ありがとうございます。うん、じゃあ1、最後、一個だけ質問できるかな。えっと、じゃ最後、一個だけ、えっと。田舎とか交番が少ないところとかではあの、またなんか都会とまた事情が変わったりするのかなと思ったんですが、そういったところで経路選択とか,なんか変更とかってあったりするんですかねそうですね。 田舎、交番が少ないところでのっていうのは、そうですね、今のところは考えてなかったんですけども、まあそうですね、お店が多いところとかを経路としたらいいのかなと考えてるんですけど、今のところは、まあ、最善策というか、まあ、考えられていないです。かしこまりました。ありがとうございます。 それでは,ちょっとで,では5分になりましたので、え一旦,え一旦え質疑応答疑終わりたいなと思います。りますありがとうございました。したで、で<は>動画流せる,流せるでちょっと動画についてなんですけど、今流す準備ができましたので、一旦ちょっと最後に動画を流したいなと思います。はい。はい、ぜひあの審査の基準の中で見ていただけると助かります。行けますかね。 こちらで目的地を入力して設定すると安全な経路が表示されるようになっています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくよし音声ってないしたいましたでは、正式に終わりにたいと思います。はいつも、はい、の皆様、ありがとうございました。はい、続いてチーム、リキュラボの皆様からプレゼンをお願いしたいなと思います。 リキラボの皆様準備をお願いいたします,いいしますこれはつながってますかね準備できましたらプレゼンお願いしますはい。はい、えこれからチームリキラボの最終審査会発表始めます、はい、と私たちのチームは同じ研究室のメンバーで参加し、えー、と大井くんと細野さんがシステム担当僕がデザインの担当になっています と、本題に入りますが、皆さん、オンライン授業の方、理解できていますでしょうか。オンライン授業には、自己学習が難しい、進行が早くてついていけない。モチベーションが保てないなど、さまざまな課題があると思います。と、次に、細野さんの方に移ります。オンラインの和歌に切り替わります。私たちが受けているオンライン授業の主な流れです。 Teams から会議に参加し、画面共有されたスライドを見ながら先生の説明を聞き、ボムズで出された出席確認や課題を提出します。アーカイブ動画や授業スライドを見て授業の復習をします。 今回、混成の、高専の同級生を対象にアンケートを行いました。オンライン授業には集中できているかという質問に、あまりできていない、できていないと答えたのは約70%。1回のオンライン授業の理解度はどれくらいかという質問に、6割かと答えたのは約26%。オンライン授業を効率的に復習できているかという質問に、あまりできていない、できていないと答えたのは約60%でした。アンケートの結果から、このような課題が挙げられます。 まず、現代の授業は、情報量が多く、一度で完全に理解するのは難しいため、復習を行う必要性が生じていること。また、オンライン授業はまだ慣れ親しんだものではないので、効率的な学習方法が確立できていない学生がいること。オンライン授業は、理解する難易度が高いのにもかかわらず、学習を補助するアプリが足りていないことです。 これらの課題の解決策として、私たちはオンライン授業の復習に赤カの動画だけではなく、チャット g p t を使った新たな復習方法を提供します。そこで私たちが提供するのは、スマートスタディーラボです。スマートスタディーラボは、オンライン授業を録音し、AI を活用して学生の学習体験を向上させる教育支援アプリです。 オンライン学習に関連する様々な課題に対処し、より効果的な福祉を提供します。スマートスタディラボの始め方として、オンライン授業を受講し、理解できなかった内容を効率的に復習するツールを探すことをきっかけとして、スマートスタディラボに触れてもらいます。このアプリを使用してもらい、効率的な福祉に役立てて、以降の使用も継続してもらいたいと考えています。次にアプリの使い方です。Web ブラウザでアクセスができて、 Chrome, Edge, Firefox で動作可能でした。手順としては音声ファイルのアップロード、音声ファイルから文字起こし、文字起こしをしたデータの要約文、修正文、問題文の生成を行いますえ。実際のアプリの使い方は、1の画面で音声を選択ボタンを押してで、2のボタンでローカルのファイルを選択します。一通り文字起こしが完了したら、3の画面で表示ボタンを押すと、え文字起こしが完了したデータの表示が行われます。 4は実際に文字起こしされたものが表示されている画面です。5ここが、えー、チャット g p t を使って要約文の生成を行っている画像です。えー、実際に、えー、とアプリを動かしている動画です。えー、表示ボタンあ。ちょっと潰れてて見えないですけど、一番右のボタンを押すと文字起こしが完了したデータを表示することができます。えー、これが文字起こししたデータです。発言の内容と発言,発言した時間が、えー 表示されるようになっています、えー、まあ例えばこの、このデータのようにちょっと長いデータみたいな長文が出てきてしまった際は、下の要約ボタンを押すことによってえっと文章の要約を行うことができます。少しちょっと時間がかかります。えー、このようにえ要約された文章が表示されます。えー、要約の他にも修正や問題文生成を行うこともできます。 え次にこのアプリの利点を話していきたいと思います。一つ目は文章の分割を行ってくれるところです。えっ、ー、と、音声の静かな部分を検知して文章の分割を自動で行ってくれます。えー、文字起こししたデータが見やすくなります。えー、次の利点としては、分割した文章ごとに ChatGPT に要約修正問題文生成が依制の依頼も行えます。分割した文章だけではなく、全体、その授業全体の先生の内容を要約することも可能です。 えまた、このアプリは様々なファイル拡張紙に対応していて、スライド左に書いてある拡張紙が使えます。最後に、えー、多言語に対応していて、様々な言語の文章を日本語に翻訳して出力することができます。えー、また、今後はスマートフォンアプリの開発も行っていきたいと考えていて、直感的なユーザーインターフェースを提供することを目的と、目標としています。<laughs> スマートスタディラボの未来像として今後以下のような機能追加を予定し、より効果的なオンライン学習サポートも提供目標としています。具体的にはデータの管理、ツヤイラストを用いた解説、モバイル対応です。以上でチームリケラボの発表を終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 それではここから質疑応答に移っていきたいと思います。チャット GPT に関してちょっと質問があります。代読させていただきます。最新バージョンチャット GPT4 ではプラグインを使うことでこの機能としては同じようなことができると思うんですがこのアプリを使う差別化とかそれとはまた違うポイントがあれば教えていただきたいです。 はい、はい、えー、っとこのアプリケーションでは、はまあ実際に議事録、議事録,議事録みたいな感じで、えー、っと教授の話した内容をこっち側に出力し、要約文を生成することで、お教授それぞれの教授に対応したような、えー、っと問題文が生成できます。それによって新たな、えー、対策や、まあ問題の出題傾向など、そこらお本題、本題というか、まあ教える形によって、まあそれぞれのフィードバックが返ってくるような。 形にしています。すいますあ、すみません。はい。も、も、あと少し補足も大丈夫ですか。お願いします。えっとですね、えっと、このアプリ、まあ、じ、あの、学習用ってことなんですけども。えっと、もともとは、えっと、まあ、今ちょっと。あの、ベースのあるラインと、あ、場合ベースのある機能しか、ちょっと作成はできなかったんですけど。まあ、さらに、あの。学習用に特化して、さまざまな機能の追加を考えていて。例えば。 まあ図説をつける機能や、まあ、句党点やつなぎの文を削除する機能が、まあ、主となるキーワードの表示とか、まあ、様々な、その、まあ、そうですね、チャット GPT だけに頼らない機能もちょっと作りたかったんですけど、今回はちょっと時間がなくてチャット GPT 頼りになってしまったので、そうですね、ちょっと、今後はそのちゃんと教育に特化,、ね、特化して、チャット GPT4 とか、まあ、そういう、えっ、ー、と、まあ、 とは差別化できるような内容にしたいと考えています。かしこまりました。ありがとうございます。他にも質問が来ていますので、させていきます。具体的な勉強方法について聞きたいということで、確かにスライドの中でアプリがどんなふうに動くかという話はあったと思うんですけど、実際の学生生活とかオンライン授業のシチュエーションに当てはめて、このアプリを使ったらどんな勉強法ができるかというところをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい。えっと、まあ。 ちょっと単純な形にはなってしまうんですけど、えーまあ、PDCA サイクルを使って、まあ、プランニングあの、まあ、実行そしてやってみての結果と振り返りだったりとかをその問題を通すことによって、まあ、自分で効率よく学んでいったり、まあ、インプットとアウトプットを、まあ、インプットを教授のそういった、えー、音,声音声録音ファイルから持ってきてそれぞれに対応した形で自分でアウトプットできるように。 したいいとと考えておりますかりましたかりますすありがとうござそしたら AWS 岩瀬様より、またその勉強方法に関して、ちょっと実際のシチュエーションを想定して聞きたいことがあ,あることなので、お願いしますプレゼンありがとうございました、AWS の岩瀬です。えー と私もあの最近までオンラインで大学,生をやって大学院生をやっていたので、すごくあの共感する課題感であの、簡単に復習できたらすごいいいなと思って聞いてたんですけれども、あの教授の側にどういうふうにあの導入するインセンティブがあるのかなというのが気になっていて、多分彼らがすごくやる気になって導入してくれないと広がらないのかなと思ったので、そのあたりのなんかアイディアとかがあれば、ぜひ教えていいいたただきでですすはいえーっとまあ、そうですね教授側としてはちょっとあんま この段階では考えてなくて、まあ、実際に使用するあのユーザーを、まあ、生徒として見ているので、まあ、確かにそういう教巨いうか化のフィードバックとか、なんか見れる機能とかあったら、まあ、いいなと思います。ありがとうございます。それでは Code for Japan、関さんより質問お願いいたします。はいいありがとうございました あの本当に学びのあり方自体を変えるようなあの良い、えー、プロジェクトだなと思いました。これ教える側もやっぱりこう最近反転学習とか、えー、そういう言われ方をしていてその教,えか教える側自体も変わっていかなくては多分こういう新しい学びっていうのは生まれていかないだろうなと思ったのでこれが実際に使われることがすごい大事かなというふうに思いました。であのー このツール作る上で、ちょっと難しかったところ、これ技術的なところでもいいんですけど、それ以外でもいいんですけどもあ、あれば教えてください。はいえっと、そうですね、技術的なところは、オンラインの大井君にちょっとお願いしようと思います。お願いします。えっと、すみません、ちょっと所々ちょっところどころ途切れてたんですけど、問題のあ質問の意図としては、えっと、どういうところが難しかったかってことで大丈夫ですかねそそうですそうでですすね。 今回、あのー、ずっと一、まあ、回最初は全然文章を分割するっていう機能を考えてなくて、まあ、そのすごいとてつもない長い文章が開業なしで出力されてたんですけど、いやこれはさすがにダメだなってことになって、まあ、ちょっと分割機能を考えてたんですけど、ちょっとまあ私,私は全然、まあ、音声、そういう音声の編集みたいなものにちょっと疎くてですね、えっと、最初困ってたんですけど、FFMPEG っていうものがあって、 でそれをブラウザで読み込んでその、まあ、コマンドを入れるといろいろなんですかねあの分割なりまあその静かな部分を検出を行ってくれるってことでちょっとです、ね、それの扱いが難しかったっていうのがあって、まあ、ちょっと最取版みたいなものを見てたんですけどその最新版だと GitHub でなえっと異シが投げられててなんか使えなかったのでなんかその開発者の人が これならいけるぜっていうコードをちょっとどっかで用意してくれて、まあ、それを使うことでなんとかなったんですけど、多分それがなかったらちょっと今頃結構まずい状況だったんですね。だからそれ、それ、そうですね。えっとまあ、最新版にちょっとエラーっぽいのがあって、まあ、そこがちょっと時間的に結構割いちゃったっていうか、そこに時間、使いすぎちゃったって感じですね。ありがとうございます。 はい、皆さんありがとうございました。それでは5分になりましたので、質疑応答終わりたいと思います。チームの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてのチームにいきたいと思います。続いてのチームの方、準備よろしいでしょうか。リバーポッターの皆さん。それではチームリバーポッターさん、お願いします。 それではリバーポッターのどこバスについて発表させていただきたいと思いますまずはじめにこんな経験ありませんかはやよし早めにバスに着いたぞこれならバスに置いて行かれることはないなゆっくり待とうっておっさい試験の時間始まっちゃうよはいバスが帝国になっても来ない実際に私自身、えー、バスの遅延が原因で基本情報技術者試験の試験に間に合わず失格になってしまった経験があります ははいでは次に逆にこんな経験ありませんかいやーこのバスどうせいつも遅れるからな今回はゆっくり歩いていこうって「早いどこ行くねん!」。はいバスが逆にに帝国通りに行ってしまう何が原因でこのようなことが起こってしまうのでしょうかそれはバスがどこにいるかわからないからですよね。50名以上の方にバスの問題についてヒアリングを行ったところ。 3割以上の方がバスが今どこにいるかわからないということが問題だと回答しましたこれを東京の1年間のバスの累計の利用者数に換算してみると6億人の3割に当たる1億8千万人もの人が困っていることになります多くの方がバスの現在地がわからないという共通の悩みを抱え,る抱えていることがわかりましたこの問題を解決するために私たちは何をしたのか 答えは簡単です。バスが今どこにいるか分かるようにしました。ということでできたのがこのドコバスです。そしてこのドコバスなんですか、現時点でできている機能を実装したプロトタイプを Google プレイストアでリリースいたしました。そんなドコババススのの使用画面はこちらです。線路,図あすみません路線図とバス停、時刻表の 表示画面やバス停検索機能が完成しております今回はプロトタイプとして私の地元の福岡福岡県北九州市の枝光地区に絞ってアプリを作成いたしましたなぜ枝光を選んだかというと坂が多く周辺に駅や学校があるためバスの利用者も多くいるだろうと判,明判断したためですマップ上に路線図を表示する機能 マーカーでバス停を表示する機能バス停ごとの時刻表の表示機能ユーザーの声をより聞くためのフィードバック機能ですさてここまで話しましたが皆さんもバスの時刻表アプリや乗り換え案内アプリなどを使ったことがある方も多いと思いますその中でドコバスの差別化ポイントをお話しいたしますバスの現在地を表示するウェブサイトは実はすでに存在いたします そんな便利なウェブサイトは地域が限定的でモバイル上で表示するととても見にくく動かしにくい特徴がありますまたバスの現在地を表示する機能,のな機能のあるモバイルアプリは私たちが探した中ではありませんでしたドコバスはバスの現在地の表示をモバイルやウェブで可能にして,きし、えー、していきたいと考えておりますまたモバイルアプリならではの通知機能があることです 通知の例としては遅延情報、乗車履歴に基づいた情報、混雑情報などの通知機能を想定しております。これにより、ユーザーにはモバイルの画面を使っていただき、バス会社にはウェブ上の管理,管理者画面を使っていただくことが可能となります。また、今後の展望としては、複数のバス会社に対応し、いずれは全国のバスを表示することを目標としています。そしして、て今後実装予定の機能としては、 バスの現在地の表示、上側の管理者画面の実装、遅延情報などの,通知,の通知機能の実装などを考えております。全国のバス会社に対応することを見据え、バス会社の視点に立ち、私たちのアプリを導入するメリットについて考えてみました。まず、バスにスマホ1台を置くだけでこのシステムを導入することができるので、とても導入コストが低く、規模の小さなえバス会社でも対応することができます。次に 現在、バス業界では運転手不足による減便や廃線が問題となっていますが、ユーザーの情報やフィードバックを取得することで、ユーザーの意見を取り入れたバス運用やダイヤ改正などを行うことができます。その結果、ユーザー体験の向上を図ることができると考えております。さらに、買い物で使えるクーポンや割引制度を実装することで、その町の経済の活性化を行うことができます。具体案としては、バス停付近のショッピングモールと協力し、クーポンを配布することや、 利用頻度によって乗車価格の割引などを行うことですこのような施策を行うことでバスを積極的に利用するインセンティブとなりバスの利用者増加が期待できます皆様もぜひバスが今どこにいるかわからないという不安を解消するためにドコバスを使っていませんかご清聴ありがとうございました はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では質疑応答に移っていきたいと思います。すで、うんえー、にスライドの方にいくつか質問いただいてまして、うんえー、まず匿名で、名で交通局が出しているどこバスという名前で、同じような機能のアプリが存在しますが、差別化は考えられてますかという話ですが、こちらってご存知ですかね交通、どうし、はいえっと、ウェブウェブでは、あの ウェブで動いているものは存じ上げているのですが、モバイルアプリで動いているっていうのをちょっとまだ見たことなくてあの、バスの現在地をリアルタイムであの取得するっていうアプリはまだ存在しないので、そこが一番大きな差別化ポイントだなと思っておりますかしこまりました、なみにモバイルアプリならではの特徴ではいないかな。 先ほどのスライドでも説明あったかと思うんですけど、通知機能ですね、特にあの僕たちがあの優秀だと思っているのは、やはり通知があることによって、ユーザーの,そのさっきのフィードバックと絡んでくるところもあるんですけど、フィードバックによって、その地域でしか分からない悩みとか、こういう機能があったらいいとかっていう、逆にそういうところでもあのこういう通知があったほうがいいとか。

問題になっていて特にあのバスの本数が少ないところで課題になっています。であのそういう意味ではですねあの結構先行事例もあるといえばあってですねこのグ GTFS という標準フォーマットがありまして、それのリアルタイムというもので、まあ、現在値を示すフォーマットとして、えー、世界的には発展しています。日本でも結構それ対応するバス会社が増えてきているんですけれども、まあ、そういったところについて、それのフォーマットについて検討とかしてみたりということはありますか、えっと、GTFS なんですけれどもあの GTFS ってあのオープンデータのやつでやってますよね。そうですね実際、GTFS のデータを使用して、お出かけバスのデータを持ってきて、そこで座標とかを持ってきたりして使用しているという形になっております。実際使っているんですね、はい。ではああ。素晴らしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ますそれでは、他に匿名質問あ、もう来ていますので、代読させていただきます。ますえー、ダイヤ改正の話に関する質問ですね。 えー、ダイヤ改正の文脈でいくらユーザーが例えばこの時間の本数を増やしてほしいということだあっても乗員人数がそもそも多くなかったらコストがないからコストがかけられないと思うのですが具体的にフィードバックからダイヤ改正までどのような感じで想定されているのかお伺いしてもよろしいでしょうかそうですね、えっと、まずあのフィードバックをアプリを使用者の方からフィードバックをいただいて でそれで,、えー、なんですかフィードバックでいただいたデータをあのバス会社の方にお送りしてでそれであのそれを可能にするかどうかの取捨選択はあのバス会社の方にしていただくというのが一番プロの視線もありますしそれが一番可能、えー、か,かなと思っております,補足,しますか補足なんですけど、えっとまあ、ダイヤもその線自体を配線してしまう代わりに、えー、例えばタクシーみたいな感じで予約して えー、迎,えに迎えに来てくれる配車サービスとかを代わりに提供しますよっていうバス会社さんもいて、まあ、そういう形もし少なかったら、まあ、そういう配車サービスの意見というか、それにつなげていけたらいいかなと思います。あり,ますありがとうございます。じゃあちょっとタイマーが1分ぐらい遅れてましたの、ね、で、あと1つ2つぐらい質問させていただければなと思います。どうでしようかな。分かりました 岩瀬様,岩瀬様よろしいですか、ね、お願いしますありがとうございました素晴らしい <laughs> 私も毎日バスに乗るのです、ね、本当に同じ思いをしていたのであのすごく素晴らしいなと思います。1つだけあのちょっと今までと違った観点のご質問なんですけれどもあのバスの運行をトラッキングするだけじゃなくて、まあ、地域活性化の観点をあの検討されているというのはすごくあの素晴らしいというか差別化につながる可能性もあるなと思っていますで。他のいろんな実態さんもこういう観点で考えられていると思うんですけれども実際に北九州市でやられているような。えー はい、実験からかこう地域活性化につながりそうとか、ですねそういった生の声とかをすでに聞かれていたら、ぜひ教えていただきたいですご、はい、ご質問ありがとうございます。 えっと、今現在です、ねあの、プロトタイプしかあの開発が進んでいないため、まだ実際に北九州市の方に使っていただくということができていなくて、今後としてはあの、先ほどお伝えしたような導入するメリットであったりだとか、コストが低いということを押していって、あの実際にあのお出かけ交通の方々にあのアプローチをかけていって、ユーザーの方に使っていただける環境を作れたらなと考えておりますありがとうございます。 ありがとうございます。ぜひあのユーザーの方々の声を集めていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いますはい、それでは質疑応答時間を終わりたいと思います。チームリバーポッターの皆様、ありがとうございました。はい、それでは続いてのチームに移っていきます。最後のチームですね。チー,すねチーグルの皆さんです。 こち,こちらもスライド準備まで少々お待ちください。最初のページ,ページ大丈夫ですかねお疲れさまでした。それではチーム,チー,ムチーグルの皆さん、さんプレゼン5分間お願いします。ますはじめまして、僕たちチーグルと申します。えー、僕たちはあの教育に熱意を持っている4人のチームで,4人で構成されています。僕たちが、えー、目指す 2B として子どもの社会性の再生子どもがさらに満足できる遊び子どもの地頭が良くなり親の不安が消えるという姿です僕たちが作りたい世界は子どもたちが楽しく学び明るく育つ世界です着目した現状の姿として教育特に地域に関して地域格差が存在するということです実際に僕もあの大学の周りの友達よりも子どもの頃から全然勉強熱心ではない環境で育ったんですよね ただ、今こうやっていろんな活動をしていくにあたってもっと子どもの頃から普段から読書をしてもっと今の知見の幅を広めたかったのと後悔しております。このように教育、地域、環境の格差があることによってキャリア感の違いに影響してしまっているということが分かります。また、もう一つの現状の姿として子どもの社会性が低くなっている原因は SNS で孤立感を引き起こしてしまっているということがデータから分かっております。 もう一つの現状の姿はこちらもデータ、インタビュー結果、アンケート結果などから分かっていることなんですけれども親が子どもの将来の地頭、特に社会性を心配しているということが分かります。心配,心配しているから不安だから子どもにはひとまず読書の習慣をつけてほしいが,こ,っちがこちらが、えー、最後の現状の姿となります子どもが読書になかなか食いついてくれないということがインタビュー結果から分かりました,た、えー、ここからは、えー、ソリューションの解説になります。 ただ、読書って頭が良くなることだけじゃなくて人の気持ちを思いやる、言ったら分かるようになったりだとか、その社会性、道徳性の部分も向上させるということが、このアメリカのデータなどから分かっております。ただ、従来の読書は受け身側の遊びですよね、あの重要遊びという要素しか含まれていなく、あのハマる人が限,限られてきたんです。実際、僕も小学校の時、読書だけ嫌いでした。ただあの、構成遊びが含まれているプラモデル、めっちゃ好きやったんですよ。 なので僕たちは構成できる構成遊び非日常を与える虚構遊びというふうに遊びの領域を増やしてアプローチをかけていこうと考えましたまあこちらはターゲティングなんですけどまず発達心理学をもとに考察された想像力が大きく発達する年齢とヒアリングをもとに考えた結果3歳から7歳の子どもを持つ親御さんに対して自分で物語を作成できる新しい読書サービス アパパネを提供していこうと考えましたまあいわば言葉のマインクラフトと考えていただければ大丈夫です私たちの提供するサービスアパパネというのは子供からの情報をもとに物語を自動生成するアプリですとは言ってもわからないと思うのでデモ動画をご覧ください最初このように AI のアパパネ君とユーザーでどんな物語を作るのか例えば主人公は誰にするかどんな場所での物語にするかなど物語の設定を聞き出します それをもとに AI が自動で物語の文章とそれに合った絵を生成してこのように絵本のような物語を作ります。右上のボタンを押すことによってこの文字を読み上げてくれる機能もついています。読み終わったらその物語に関する確認テストを受けられます。物語の内容をちゃんと理解していたら解くことができてこのように解説も表示されて解き進めていくとこのように レベルアップ、レベル1に上がったようなど、成果を感じられても子供のモチベーションが続く仕組みになっています。他には基本的な機能として、ログイン機能とか復習機能、プロフィールを設定する機能も備えています。ここからこれから実装していきたい2つの要素ですが、1つは子どもの成果とか作った物語っていうのを親御さん、家族と共有できるシステム。もう1つは、 子どもの趣味思考というの物語から抽出して親御さんにどんなのが好きなのかというのをフィードバックする機能です使った技術はこのようになっていますフラッターで開発したので iOS でもアンドロイドでも使えますバックエンドは Python で書きました使った API は ChatGPT、だり d g p l の3つですこのように僕たちは遊びかける読書で新しい読書という価値を届けていきこの 2B を実現させていきます、まあ、これらに関しましては後ろ向きのデータ まあ、その後ろ向き研究のデータしかないため今回ヒアリングさせていただいた大阪の都市部の幼稚園さんや京都地方部の幼稚園さんとともに協力し事業検証を行っていく予定ですこれらを実現することができれば作り僕たちの作りたい世界子どもたちが楽しく学び明るく育つ世界に一歩近づけるんじゃないでしょうか僕たちはそれを確信しています以上ですありがとうございました プレゼンありがとうございました。ここから質疑応答にいきたいと思います。匿名の方から質問いただいてます。代読します。ユニークな観点だと思いました。ただ、娯楽が多い現代において、子供がゲームよりもこのアプリケーションを使用したいと思うような、例えばゲームに勝つみたいな、そんな要素とかってあったりしますか想定されるとかです。はい、そうですね。まさに、もうここの。あ似てないですね。あの一応 プレゼンテーションの資料の方ありがとうございます。少し戻るんですが、ここの遊びの要素を増やしていって、今まで従来の読書だと、需要遊びの観点だったけど、もっとなんていう、ハマる子どもたちを増やしていくっていうえアプローチをかけていって、もっと SNS よりもこっち優先させていくような、続けられるようなシステムを考えてあ、そちらを届けていきたいと考えております。以上です、はい、ちょっと細く っていただくと今はできていないんですが最終的には例えば物語で出てくるキャラクターっていうのも絵でうカスタマイズすることができてこう背景にある物語と,とともにそのキャラクターっていうのをこう作ることができてみんなとシェアできるというふうにしていくとそのみんなからいいねがもらえてこうすごく楽しいですとかそれが実際になんかアニメになったりとか漫画になってもいいですしこうキャラクターとして人気が出ていくということになっても面白いんじゃないかなと思いますので。 こ自分のキャラクターとか物語を作って発信できて、それをみんなに見てもらえるっていう新しい遊び体験を教育として提供できたらなと思っています。以上です。ありがとうございました。失礼します。うますそうしましたらコードフォージュパン,ュパン関さんよりも質問が来てますのでお願いします。ありがとうございました。めちゃくちゃいい発想だなと思いました。あの。 実際あの、私もですね、あの参加しているチームで SF プロトタイピングという形で SF をチャット g p t に書かせるっていうのをやってるんですけど、大人でやってもめちゃくちゃ面白いんですね、この物語を作らせるっていうのは。なので、子どももハマるんじゃないかななんていうふうに思いました。で、質問としては、これ、あのすごくいいと思うんですけど、実際にあの、これから幼稚園とかでやるっていうのは聞いたんですけど、あの実際にその子どもに使ってもらって、実 もらったことはありますかっていうのと、もしあったらその反応とかそういうのがお伺いできたらと思いました。現状は今えっ、ー、と子どもに実際使ってもらうっていうことは今ないです。ただ今からもうほんまにこの二つ今回ヒアリングさせていただいた幼稚園さんと協力してえっ、ー、と実証実験を行っていく予定です。以上です。楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございました。それは匿名からも質問がいくつか来ています。 最初の方に言葉のマイクラって言葉があったと思うんですが、どういった点でこの言葉のマイクラというふうに説明されたのか、もう一度お伺いしたいです。えっと、ちょっといろんな企業家さんからのアドバイスもらったりとかしたときに、えっと、なんかこれいいなってなったことなんですけど、例えばゲームしてる子供がゲームしてるってなったときに、なんでゲームしとんやみたいな親が。 いたとします、うん、でただ、その親でもマイクラやったらいいかってなってる人が結構い,いたんで、すよ、えー、でだから僕たちはしかもマイクラって結構構成していくじゃないですか、自分で。それをやるのは、これを子供たちが読書を作るっていうのは言葉を構成していくマインクラフトだなと思って言葉のマインクラフトというふうに命名しました。以上です。ありがとうございます。そうしますと、セン<私>ス,スポーツジャパンさんからより質問が来てますので、よろしいでしょうか。 素晴らしいあのこの構成遊びに注目されたところが素晴らしいなと思っていますのでマイクラの話も出てましたけれどもキャラクターの話もさっきお話いただきましたがこの構成遊びの要素としてどういう具体的に例えば先ほどプログあの何かブロック遊びだったりそういったところの要素なんかも多分話した 考えられてるんだろうなと思うんですがもうちょっと具体的になんかこう構成遊びの仕掛けとして例えばこういうことができるとかこういうようなことも考えてるっていうのがあれば教えてくださいはいありがとうございます例えばですねあのまあ主人公はまあそのアプリを使っていくそのシチュエーション流れとしては、まあ、主人公誰みたいな感じでじ AI アパパネ君が聞いてきてでそれに対してまあ例えばどうしましょう パパだったりして、で敵話題にするって聞いてきて、ママって答えたします。で、最後はどうなるみたいな感じで、そこからいろんな構成をつ、えーと、そういう会話をしていって、で、最後、結果はどうなるとか、そういう質問があれば、結局はママが勝つみたいな感じの話の展開していって、そこの,あの概要の構成させていくっていうのを想定しておりまますすそういうういい仕掛けを想定しておりりあがとござます。 じゃあです。あのガイド機能があるようなイメージですね。そうですね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではお時間になりましたので、以上チームチーグルの皆さんありがとうございました。以上です。これで全8チームのプレゼンが終わりましたので、まずはいた皆様お疲れ様でした。素晴らしいプレゼンでした。ありがとうございます。 それでは、再度アナウンスさせていただきますが、今全チームが終わったタイミングで、再度オーディエンスションに関してもアナウンスさせていただきます。YouTube ご覧の方々に向けてなんですが、画面にあります QR コードを見取って、このチームが良かったなというところに投票をお願いします。投票は1人1票でお願いいたします。期限スライドに3時半とありますように、3時半までに投票の方よろしくお願いいたします。しょ でこの後の話なんですが、ののすがスキップできますかねよいしょ。ちょっとじゃあ画面のあれだった間に、と今後の話なんですが、<で>一旦これからでしょ30分ほどですね、すね審査員の方々に審査時間とさせていただきます。で、その間は、今日お越しいただいている3人の CC c 先輩方によるゲストトークとなります。それでは一旦ここで区切れまして、まずは審査員の方々、まずはありがとうございました。 ます、えー。それでは,、えー、れでは運営スタッフの指示に従っ,って審査員の方々は移動をお願いいたしますまままってもらってる間にチームの方々本当にお疲れ様でしたま<ず>ちょっと進行のところでも止まってしまうところあったんですが,が,ですが無事皆様の素敵な開発の集大成を見ることができて嬉しい限りでございます、はい それではここからはですね先ほどお伝えしたように CCC のアルムナイの方々によるゲストトークに移りたいなと思っておりますので今ちょっとゲストの方々をお呼びしますのでもうしばらくお待ちください本当皆さん発表お疲れ様でした嵐第一回目の時に出ててその時は本当全部完全オンラインだったので 今回こうやって皆さん実際に対面で顔を合わせながら発表ということで本当に審査員の企業の方とか目の前にいる中でめっちゃ緊張されたりとかでも生の声もらえたりとか話も初めて今回こ,ここに来させてもらえてなんかすごい熱気を感じることができました投影されてますねじゃ岡井さんじゃあ堀さんのスライドも大丈夫そうですかねもう少し OK です, OK ですじゃあ自己紹介 ちょっと自己紹介だけ先いいはささせてください、えっと、先ほども申しましたように2020年の第1回目の推進審の時に参加させていただきました当時は関西大学の4年生でそちらの方でサークルの後輩とともに手話学習のウェブアプリを作成させていただきましたそれで最終審査会の中で2つ起業賞をいただいて、まあ、今回もちょっと先輩としてゲストにちょっ加えながらさ 呼ば呼ばれ呼んでいいただいておりますその大学卒業後は記載している通り日本マイクロソフトに入社いたしましてサポートエンジニアとして業務をしておりましたで今年の8月に一旦まあキャリアとか考えてまあ一ん休憩していろいろ広いところを見てみようかなというところで、まあ、エンジニア続けていきたいんですけども今はちょっとだけ人生の夏休みをしているところでございまますすはいいいありがとうございますお願いします。 じゃあそろそろスライドの準備が。すみませんありがとうございます。映ってないあ写ってますああきました,ましたありがとうございます。はいよろしくお願いします。ますでもうちょっと詳しくこその私ちが発表させていただいたところをもう一回発 説明していきたいと思うんですけど、本当にオンラインだったので、このズームで発表させていただいて、私たちは二人チームだったんですけど、当日片方のメンバーの子が遠いくってことで、一人で喋らせていただいたっていうのがすごい心に残っております。シュアゲートというウェブアプリを使いますあ作成しまして、画像処理の技術を使ってシアとか指文字を学ぶことができるような作ルを。 を作ってます。インターネット、桜イ,インターネットショット、UD トークのダブル受賞をさせていただきました。今回も UD トークでね、なんか音を、文字を、文字を打ってくれてたりとか、文字起こしとかしてもらってると思うんですけど、そこの企業さんから賞をいただいております。まあ、作品の内容としては、まあ、1ヶ月っていう短い間だったので、手話はどうしても、もうそのアニメーションといいますか、動く動作があるので、指文字という、 50音をそれぞれ指の形に合わせたものがあるので、それを画像認識で、認識して実際に PC の前で指文字を表示、表したらそれを文字として、アーとかイーとかウーとかを取ってくれるようなものと、今度は私がこの指文字をしているビデオを上げていて、それを実際に動画を流して何を表しているか文字で打ち込んでもらって、それを当ててもらうようなウェブアプリ。その、 手話を初めて学ぶ人も楽しくゲーム感覚で学べるようなものを作成しました。まあそれ当時はまあ大学4年生で、まあそういうサークル、開発のサークルにいて、まあもともと自分が手話系のものを作って、手話と IT を組み合わせて何かしたいっていう夢があったので、今回その、その時 CCC っていう社会問題に特化したっていうテーマの中で、私のやりたいこととマッチしてるなってところで、 参加させていただいて、実際、賞いただきましたっていうところです。で、まあ、実際ね、この、参加して、どうなったのみたいなところについて、先輩、先輩っいうのはね、ちょっと光栄なんですけど、ぱってお話したいと思っています。CCC、まあ、で、本当なんか、やっぱり学生って、作ったとしても、その、そのアウトプットって難しいと思うんですよね。でも、こういうハッカソンとか出て賞をもらったら、やっぱり大学でも認めてもらえて、 まあこのサークルでもちゃんと、サークルってどうしても自分の自費とかでやってると思うんですけど、大学でこういう賞もらったから、ちゃんとより活動していきたいですみたいなことをアプローチしていって、まあ学長から賞状もらったりとか、サークルのためにもうちょっとお金を出してあげようみたいなところにつながりました。で、やっぱり就活にも、まあ私は考えてなかったです、実際。ちょっとかかかなんか 通じていったりとかもしてネットにも記事載せてもらったりとか大学のパンフレットに載せてもらってまあ今後の後輩将来の後輩もより技術に興味を持ってもらえるみたいなところで生かされていたなと思っておりますねお仕事っていうのにも何か新進出と何が生かされているかなってところでサポートエンジニアって仕事っていうとエンジニアっていっぱいあると思うんですけどその中でサポートエンジニアっていうところになったんですけどサポートエンジニアっていうのは まあまあなんか平たく言うと、なんか技術の、なんか最後の取りとか言われていて、すごい技術に、一つの技術の製品の知識に特化したところで、もう他の会社さんのスペシャリストのエンジニアさんが使ってみてわからなかったから、なんかどうやったらいいですかみたいな技術的なお問い合わせをいただいて、まあまず、まあなんでできないのかみたいなとこ調査して、まあそれが本当製品のバグだったりとか、まあそれこそ使い方がちょっと ここの部分が違いますよみたいなところをお回答するみたいなそういうルーティンを回していくようなまあなんかシューティングゲームが好きな人とかバグ取り好きな人にはすごく向いてるようなお仕事だったんですけどまだその中でまあそのはめましてが毎日続くみたいなお問い合わせ一問一答なのでその中でまあハッカソンとか5分間って短い中でどう分かりやすく伝えるかみたいなとこ大事だと思うんですけどそこら辺の技術が。 まあ細かい文章にまとめたいとか分かりやすく伝えるみたいなところで生かされているかなっていうところがありましたはいでまあ業務外でもこういうハッカソンとか前立つとこって皆さん緊張すると思うんですけど楽しいしなんか残ると思っていて、まあ、そういうところも、まあ、社内でもいろいろなことあったりとか。 そういうのがアピールポイントとかとなっていって、まあ、こういういろんなことにも参加できましたっていうことをやってます。まあ、技術とかも今もちょっとやってますよみたいな、ちょっと時間今回短いので、サッとなんですけど。そういったところで、以上となります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございましす。ありがとうございます。はい、はい、結構、あの、初回から参加するということで、ちょっと僕、素直に。肝に持ってたんですけど。ににけど初回の頃とコロナとかが、まさにピークじゃないですか。はい。 今年でなんかてちょっっっととと違ううなと思たた点とかかありしますすかそうですねなんか今回とかもなんかアフターコロナっていうのを感じたりとかしていてそのマッチングの話だったりとかなんかそういうのとかオンライン授業であったりとか,なんか私が第一回目に出た時ってもう成り立てみたいなところで、まあ本当に手探りだったりとかどうオンラインだけ完結させるかってところだったんですけど今回は割と。 実際にマッチングで会ってみるだったりとか、まあ、教授に、まあ、オンライン授業の話だったらその教授に質問してみたり、まあ、そこはオンラインに完結なんですけど、まあ、オンライン授業に結構まだ慣れてない時期だったのでそのアフターコロナになってハイブリッドで選べる時代になったからこそ、まあ、今回もハイブリッドなので Zoom で参加されてる方とかその現地に来られている方とかそれこそチームの中でもハイブリッドっていうところでそこはすごく新鮮に感じました。 ありがとうございます。そしたら一体、堀井さんからはプレゼン以上になりまして、あり,ありがとうございました。すで、ちょっと伝えそびれてたのですが、ゲストの方々の関する質問も,もスライドで送っていただいていいのですので、皆さんまだログインできますかね、スライド。はい。あの、あの結構先輩の方々なので。 多少、鋭い質問しても答えてくれるかなと思いますので <laughs>、もしスライド皆さんお手元にありましたら、らたらぜひあの聞いてあの聞いきたいこととか、それこそ多分、仕事とか、そういったところでも CCC の経験を生かしているということもあると思いますので、学生の皆さん、例えば、僕も最近就活で面接とかあったんですけど、なんか CCC のことをどんなふうに話したとか、どんなアピールになって、この仕事できたみたいなお話も結構聞けると思いますので、スライドでぜひ質問していってください。 でこの次が和和和田田田田ささささんんんんでで資料,資料大丈夫かすじゃちょっと,でょっと伝えそろえてしまったんですが、た皆さん、プレゼン終わって結構疲れたと思いますので、結構リラックスしてね、聞いていただいていいと思いますので。てね、はじめまして、じゃちょっとお疲れかと思うんですけれどもあの、聞き流しながらアルムナイトーク聞いていただければと思います。 はいえっと、私のプロフィールからなんですけども、えっと、和田俊也と言いますで武蔵野美術大学のデザイン情報学科っていう、まあ、美大を出まして今アクセンチュア株式会社っていうところでデザイナーをしてますで右が自分が学生の頃作っていた作品で、まあ、なんかものを作ることが好きだった学生かなと、えっと、振り返ると思ってます、はい、で自分たちの CCC なんですけども、まあ、なんかどういうことをやってたかっていうところで まずきっかけとしては、まあ、なんか所属していたまあデザイン、まあ、なんかデザインに関してなんか取り組もうみたいなサークルに入ってて、そこに、ねえっと、入ってた2人を誘ってコンペ取り組みたいねっていう話を自分がしてたんで、えっと、気が合った2人と一緒に頑張ったっていうところになります。で、えっと、この CCC にも取り組んで、まあ、すごいなんか辛かったこととか楽しかったことって皆さんあると思うんですけど、自分たちが。あの すごいやっててそこら辺を一番感じたのは合宿をしたことでなんか開発合宿やろうみたいなのをやってそれで、まあ、すごい開発が進んでよかったねってなったりとかその結構海沿いのところにエアビで借りていったんですけどあのメンバーがその海水浴で水難しかけてちょっと <laughs> 危ない危ないみたいなことがあったりしました。はい でまあ、実際どういった課題を自分たちは取り組んだのかっていう多分 CCC って多分身の回りの課題に取り組もうみたいなところあると思うんですけど、えっと、デザインサークルに入ってたっていうところもあって、えっと、PC を使ってなんかものづくりをするのって結構大変だよねっていう話がありましてまあなんかその例えばなん何でしょうねパワーポイントとか、まあ、Excel とか何でもいいんですけどそれをやるときってまず それを理解するツールを理解することも大変だしそれで作ったものに対してそれが正しくできているのかっていうのをアドバイスをもらうのってすごい大変だよねっていうところを課題として、えっと、取り組むっていうことをやりました、はい、で実際これが作った作品なんですけどもつづ、えっと、くるっていう、まあ、簡単にまあどういうサービスかっていうところを話すと、まあ、なんかデザイン版のクックパッドで、まあ、クックパッドってなんかその料理して料理したものを載せて それでなんかいいねって反応がもらえるっていうサービスだと思うんですけどそれをデザイン版いわゆるそのアドビとかで何かものとかを作ってなんかフィードバックもらえたらいいよねみたいなそういったサービスを提案しましたはいで実際まあこういう感じで画面を作ってそれをメンバーの2人に実装してもらうみたいなそういったことを取り組みとしてやってましたはいそうですねでパパ行くんですけど、まあ、これを作った後に自分は 結局何になったかっていうところなんですけども自分はもともと美大にいて、まあ、エンジニアの2人とあのそのアプリとかを作ってたみたいな人間なんで開発側の人間ではないんですけど、まあ、そのデザインっていうスキルを生かして、えっと、総合コンサルティングの会社で、えっと、デザイナーとして就職するという運びになりましたで、まあ、仕事はまあ学生時代と同様にアプリを作ったりとか、まあ、なんかいろんな媒体表現とかを手掛けていて、まあ、なんかオフィスとしてはなんかこういう UOC みたいな なんかすごいオープンなカジュアルな感じのオフィスで現在は働いていてます、はいでまあ、実際こういうのに取り組んで、まあ、何に生きたのかっていうところをまあちょっと知りたいかなって思ってお話しするんですけど、えっと、CCC の生きた経験としてはまあ4つぐらいあって、まあ、なんか1つ目はなんか自分の周りについて考えることができるっていうので、まあ、なんか結構その社会に出ると他者のことを考えて他者のためにビジネスのために何かを作るってことが多いんですけど なんか自分の周りについて考えてものを作れるっていうことはなかなかない経験なのかなって今振り返ると思ってますあとなんか仕事やものを作る上での体力みたいなそういうところ多分結構皆さんも苦労されたと思うんですけど、まあ、そういう体力っていうものが結構身についたかなと思いますあと結構多様なバックグラウンド多分チーム組んで多分皆さん頑張ったと思うんですけど多分個人ですごい得意なこととか不得意なこと違ってて、まあ、そういったものをまあなんか 結構理解し合いながらものを作るっていう経験は仕事でも生きてるかなっていうのとう最後がオレンジで強調した通り結構自分が一番あのすごいいいなって思った点でやっぱ趣味を超えたものづくりを通じたつながりっていうのがでかかったなって思っててやっぱなんか例えば k p o p アイドルが好きでその推しに何かその友達と行ってその k p o p のつながりで仲良くなるとか、まあ、そういうのとか でやっぱり友達ってできがちとか、まあ、趣味を共通としてつながりって結構できると思うんですけど、まあ、こういうなんかものづくりとかハッカソンってイベントを通じてできるつながりって他ではなかなかできないんですごい貴重かなと思ってて、えっと、今後も大事にしていきたいなと思っているところになりますはいでまあちょっと最後に、まあ、偉そうなんですけれどもあの応援メッセージをやりたいと思ってて えっとこれ最近会社の先輩から言われた言葉なんですけどまあなんか作り手として実力を証明したいっていう野心は超基礎的スキルだよっていうことをえっと教えていただきましてまあこれは何かっていうとまあいわゆるそのんでしょうねこういうコンペとかハッカソンって多分今皆さんドキドキされてると思うんですけどなんか順位付けがされてどうしてもなんかショーから漏れてしまうみたいなチームとかも出てくるかもしれないんですけれどもまあそういう何でしょうね そういうなんかレースの中で自分が実力を証明したいとか何か発表して認めてもらいたいっていう気持ちっていうのは、まあ、エンジニアにしろデザイナーにしろどういう職種の人にしろ、まあ、結構必要で必須のスキルでやっぱ成功されている方はこうやってこういう野心を持って成功されている方がほとんどなんで、まあ、なんかたとえどんな結果になったとし,なったとしてもなんかこういう気持ちを大切にしてほしいなって思いますし自分もこの気持ちを大切に頑張りたいなと思っております。 以上で終わります。ありがとうございました。素敵なプレゼンで。したありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたらですね、鎖国スライドが質問が来ております。はい、デザイナーの視点として聞きたいです。デザイナーを自分たちのチームに引き入れる。はどのような工夫が必要だと考えますか。そうですね。難しいんですけど。 まあ全くつながりがないとしたらやっぱデザイナーのいる環境に行くことがまず第一かなって思ってまして例えば学生だったら美術大学とか専門学校とかにいらっしゃると思うんですけど。 結局、何にもつながりがないとなったら、やっぱ足でもう実際に会いに行って、その人じゃなくても繋げてもらえたりするんで、そういった努力から始めてもらうことがいいのかなと思います。ちなみに DP9 の当時の皆さんとは、もっとどういうつながりでメンバーを組むことになったんですかね。まず DP9 のことからな。デザインサークルの名前が DP9 という名前だったんですけども、その中で、まあ、自分がハッカソンとか。 取り組みたいってあの騒ぎ立ててそれであの手を挙げて集まってくださった方があののえっとそメンバーを組んだ二人っていう形になりますはいありがとうございます b さん僕が当時担当していたスタッフで今こうやって初めて生でお会いするだいぶ公演初めましてなんですよね初めましてして結構印象が爽やかです いい、はい、全然関係なじゃあちょっと最後の時間的なんで最後の質問ものづくりをしている中でやらかしちゃった経験ありますか<や> ?CCC じゃなくてもいいんですけどものづくりでやらかした経験、はいはい、そうですねまあでも結構これはあのエンジニアの人とかもあるあるだと思うんですけどやっぱ最終的に あの出すデータを間違えるみたいなその辺がやっぱ多いかなって思ってましてまあスライドの情報が間違ってたりまあコードだったらコードがどっかエラーがあるとかだと思うんですけどな,なんでしょうねなんかその結局どんなに頑張ろうと最終的に見られるのはその結果的に出したデータだったり提出物だったりまあこういう発表の場面だとそうなんでまあそこで結構あのやらかすってなると自分の結構。 心に腐ってきてるかなっていうのを振り返るとはい思います。はい、橋和はようございます。だかそういう経験踏まえて今こうして当座で見事なスピーチをしていただいて嬉しい限りです。ありがとうございます。いますはい、なんか親密した感じで終わっちゃったんですが、一旦和田さんのプレゼン終わりたいと思います。ありがとうございます。ますそして横井さんよろしいでしょうか。あ皆さんはじめまして。えっと先ほど和田さんとの一緒のえっとチームで昨年 C.C.C. で大賞いただいた。 あの横井太郎と申します、えっと、東京大学のくぞかなるみ研究室っていう VR とかをやっている研究室で、えー、研究をしている、えー、学生です、はいでえっと。今回なんですけれども、あのもう和田さんがすでに CCC じゃ, CC じゃねえわ、巣作りについてあの説明してくださったと思うので、軽く説明するんですけれども、あの昨年自分が作ったものはあの、例えばこのデザイン版のクックパッドを作ろうっていうのをやりました。例えばその エンジニアの皆さんなら多分よく使われてるキータとかあのゼンみたいなそのデザインあエンジニア向けのこうチュートリアルサイトみたいなのって結構たくさんあるんですけれどもデザイン版のものってまだないしあのそれが原因であのデザイン初心者の人がこう、まあ、デザインって結局センスだよねとか本当はあの方法論があってでいろんなこうテクニックとかがあるんですけれどもエンジニアリングと一緒のようにあのデザインなんだけどその それにアクセスするためのサイトとかがないためにあの、まあ、デザインって結局センスだよねってっなってしまってでデザイン初心者の人がこう離脱してしまうっていうことが、まあ、結構あったのであのそれをこう補填するためのこうデザインをこうステップバイステップで学んで,でそれでフィードバックをいただけるみたいなものをあの作ろうということになりましたでなんでこういうことを作ろうかなっていう話になったかというとあの私たち 私と和田もあのデザイニングプラス9っていうあの大学のサークルに所属していましてそれを先ほど多分 DP9 ってあのおっしゃってくださったと思うんですけれどもあのそれってこうデザインがこうもうすでにできる人高校とかでグラフィックデザインとかをやってる人も入るしあのデザインを全くやったことがない大学からデザイン始めてみたいよみたいな人があの始めるあの入って初めて始めるっていうあのいろんなこう あのデザインスキルの人が集まる団体だったのでこうデザインの経験者がデザイン初心者に教えるみたいなことが結構あったんですねっていうその自分の周り3メートルっていうのが CCC のテーマですけれどもあのまあこういう課題感があってあのそういうアプリを作ったっていうのがあの去年の CCC でした、はい、で自分はあのエンジニア、まあ、フロントエンジニアをやっていましてあの あとなので,で彼がデザインやっていてでもう一人のエンジニアがこうまあバ,ックバックサイドの,あのデザインをしバックサイドのエンジニアリングをしていてまあ自分はその真ん中という立ち位置でしたでまあ去年やっていて楽しかったのはあの皆さんも結構そうだと思うんですけれどもあのまあこの CCC の発表会にま出せたというのが 途中結構あの苦しいこともあったと思うんですけれどもあの最後もプレゼントして完成させられたっていうのがあのすごい自分的には嬉しかったなと思いますあとはまあ彼も言ってたんですけどあの合宿したんですね、えー、合宿してあのもうずっと開発をしてるわけじゃなくてちょっと海行こうぜみたいなそういう感じでやってたのでその、まあ、ものづくりをしつつもあのものづくりを超えて、えー、と友達とこう深く あの友達ににななれたたのは良かったなっていう,ふうに思ってます、まあ、皆さんもなんかこれから開発続けるのであればそういうことをやったら多分楽しいと思います。でえっとそうですねあの今僕が何をしているかというとあの今東京大学のくず岡鳴目研究室ってところに先ほど行ったんですけれどもあのそれでえっと自分は VR にえっとロボットをこうどう持ってくるかみたいなあの研究をしています。VR、環境でこう つけてるとこう周りが見えないいじゃななですかなんだけどそのロボットがこういい感じに来てくれたらあの VR 内のこう表現の幅が広がるよねっていう研究をしていますで,、えっと、でそれに CCC がどう生かされてるかなっていうふうと考えてみたらあの実はこう研究とかを始まってみてもこうグループで開発するみたいなことってあってですねあの僕は 例えばロボットが得意だけど僕は VR が得意だよみたいな人が集まって開発をするときに自分の役割とかを理解してでどうコミュニケーションを取ってあの開発をしていくのかみたいな経験はすごい CCC で鍛えられたなと思ってます。であとはそのあれですねハッカソン,ハッカソンってこう自分でコンセプトを立ててで企画をして最後の実装をするじゃないですか。それがすごい あの研究にも役に立ってるなというふうに思います自分でこう問題点を考えてこういうふうな解決をしようっていうのをこう自分でやっていくみたいなところがあのすごいあの今の研究にも役に立ってるのかなと思いますはいじゃあえっと最後に応援メッセージ応援メッセージって言えるほどのあれでもないんですけどあの多分 CCC 多分半年とかですよ、ね、まあ開発期間ですかね,すね4か月ぐらいですかね なんでこんなこう長いハッカソンをこう走り抜けたものは絶対に。あの例えば就職なさるにしても、あるいは研究なさるにしても。あの絶対に役に立ってくるなっていうの、を今ちょっと実感として感じているので。あの本当にお疲れ様でしたということ。あのこれからも頑張ってくださいということでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 デザイニングプラスナインさん、ね、勝手に僕 DP9 って楽しちゃったんです。で<も>デザイニングプラスナイン9です。DP9 で合ってましたか略し。ああ、DP9 で合ってました。しす <laughs> よかったです、ありがとうございます。ますじゃあちょっとスライドの質問で続きう言ってなければいけないたんです。か、えーえー、続くるっていう作品なんですが、実際にリリースまではされたんですかねあの、リリースしてないです。すみません。あの、はい。続くるってなんか想定でもいいんですけど、最終的なゴールとかっていうのはどんなふうに想定されてたんですかねえっと、最終的なゴールは、あの、 多分全であるとか、あの聞いたみたいな、そのエンジニアが、まあ、とりあえずこのサイトを見に行けばいいかみたいな、うん、あるいはそのけ調べて、このサイトを見ればいいかみたいな状態になるのが最終的なゴールだと思います。プロトタイピングということで、理想の第一歩みたいな形で作られたということで、そんな感じです。なるほど、かしこまりました。多分結構、皆さんの作品も、まずは第一歩っていう作品が多かったと思うんですが、ぜひね、今後、さっき横井さんが喋っていただいたように。 それをそのまま開発続けるでもいいですし、他の開発に,に生かすことも CC の魅力かなと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。横井さんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。3時45分,分ぐらいなんですが、ちょっと疲れましたね。休憩されますか多少ずっと座りっぱなしだったので5、5分ほどちょっと休憩挟みたいと思いますので、 3時50分にまだ戻っていただいてもよろしいですかね。はい、OK です。どうされた場合はコメントもありますので、ちょっと考えておいていただけと素敵な名言を期待しております。じゃあ、一旦ちょっと5分だけ休憩しましょう。一旦お疲れ様です。お疲れ様でした。 ああ聞こえてますでしょうかはい、えー、皆さんお待たせいたしました、えー、いよいよ表彰式に移りたいと思います結構長時間となりました皆さんお疲れだと思いますがここを振り切って、えー、交流会に臨んで、えー、いい思い出にしていきましょうそれでは表彰式に移っていきたいと思いますがその前にまず始めていくのが個人 MVP からの紹介です少々お待ちください、えー、先ほど 説明した通り個人 MVP というのは、えっと今日ファイナリストに選ばれなかったチームの中で、えー、特に貢献された方や、うかなえー、チームに成長を見られた方を、えー、それを見守ってきた我々運営スタッフより、少々お待ちください。 あああ大丈夫ですかね,すかねはい、それでお待たせしていました。まずは、えー、企業賞とかの発表の前に個人 MVP を私たちから発表させていただきます。ファイナリスト以外の方々で特に貢献された方、スキルに成長が見られた方を私たちから発表させていただきます。ま,すまずは個人 MVP フロム中地です。こちらです。ラーメン二郎、大原さんです。まずは拍手をお願いします。 はい、ありがとうございます。はい、ます結構、チーム名も独特なので、皆さん覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、基本、まず、ラーメン二郎さんはですね、チーム内のコミュニケーションがすごく活発で、で、その中でも特に大原さんは、あのまあ、リーダーというところで、皆さんの進捗管理というところありましたし、結構、ラーメン二郎さんも、どんなテーマに取り組むとかとか。 あとは、開発面で皆さんのスケジュールが忙しい中でいろいろ壁とかもあったんですがそこをうまくまとめましてどんな課題を優先していく、やっていくか、まとめて最終的に提出までリードしてくださったということでエラー・メジロ、大原さんは私から選ばせていただきました。ありがとうございます。続いて個人 MVP は次誰か。僕ん 個人 MVP です。個人 MVP フロム m 答えたより革命ユージさんです。答えたから表彰列を聞きます。はい。はい。えっと革命このチームはえっと奈良のアイディアソンですね。オンラインのアイディアソンの後にやったところでその場でチーム結成をして。 その場でまあリーダーのこれ、ユージさんなんですけど、が持ってたアイディアをそのまま作ることに決めて、メインのユージさんがあの8月末とか結構稼働できない中で、分担しつつやっていて、なおかつ、ちゃんと行動をかけるというか、実装の経験があるのがユージさんだけだった中で、ユージさん中心にこう分担をして、スライドの作成だとか、提出の時の解説書の作成とか分担していて、すごくチームとして、なんか、1日でできたチームとは思えない。 あの完成度だったのでまあこれもあのユージさん単体というよりはチーム全体だと思うんですけどまあ個人 MVP をちょっとあげたいなと思いますおめでとうございますおめでとうございます、えー、それでは次の個人 MVP がこちらです個人 MVP from y o s s さんでおむすびザ青木さんに対しての個人 MVP ですはい、自分からですね でこのチームはすごいラダビで作っていてすごい下ったとかが難しい中でそれを高い完成度で作り上げられてて、うん、そういったところがすごい印象的なチームということで青木さんを主張させていただきましたありがとうございますそれでは次の個人 MVP フロムレーナさんかなお願いしますじゃあひ,らはらひらひらさんのひらひら,ひら,はらさんですレーナさんいらっしゃいますか 足音は聞こえるな。いし、あれ ?OK です。そしたら僕から代わりに説明させていただきますね。こちら二2人のチームでひらひらっるように、平原さんと平松さんだったかな、二人で行われているチームでした。で、ここもいろいろ勉強されながら取り組まれたということで、印象に残ったのはそうかな。多分ここだけスケされたのかな。 ですね。なんで,なんであの先ほどのヤタガイ君の説明にもあった通りにこの CCC 機関地の成長が素晴らしく一致しかったなというところで、えー、レイナさんから個人 MVP を送らせていただきます以上です,すでこの個人 MVP にありますように一応シービックテックチャレンジカップコンテストという形でありますが参加者全員が皆さんにとって成長できればというふうに考えておりますので ま綺、あ、麗にまとめるとみんなに個人 MP をあげたいなという話でして、これから、えー、受賞するチームを発表しますが、なんかもし受賞できなかったチームがいらっしゃったとしても、まあ、それはあくまで CCC の基準の一つということなので、根本としては皆様がすごく頑張ったということと、これからも、えー、この CCC の経験に生かして、開発とか今後の活動に、えー、こう、なんだろうな、影響していいものを作ってい続ければと考えておりますので、まずはその点お願いします。 えそれではこれからいよいよファイナリストの発表へと移っていきたいと思いますえまずはこれから企業賞を発表させていただきます。 これからですね僕が合図しましたらドラムロールが鳴りますのでその後それでバーンとチーム名が出ます。ここで皆さん拍手してもらってまずは企業の方から1分ほど選んでいる方を投票していただきます。その後チームの方から今のお気持ちとかを話していただいてここで集合写真撮ります。こっちて全部の方々はこっちの後ろに映るっていう感じで今日は集合写真撮っていきたいと思います。 なでこれから早速発表しますが、ドラムロールの時ぜひ皆さん盛り上げていただいて、1個流すというわけではないですが、ドゥルルルルルルから結構長くなりますので、皆さんテンション保ってもらって、賞発表を見届けてもらえればと思います。それでは、AWS 賞を発表させていただきます。見事、今年度、AWS 賞を受賞されたのは。 そんなもんじゃない。来 <laughs> た。H2O です。おめでとうございます。はい。はい、H2O の皆さんは、えー、オンラインから参加されたということで、はい、一旦このまま A.W. ショーの審査員の方々から公表いただきたいと思います。お願いします。あ、ありがとう。 ありがとうございます。今聞こえてますでしょうか？えー、視聴2。王の皆さんおめでとうございます、えー、今回ですね。aws 賞を選ばせていただきました。えっと3つほどコメントなんですけれども、1つ目がやっぱり社会課題のあの設定というところで、あの子供の安全というですね。多分、今もいろんなプロプレイヤーが解決に対策されていると思うんですけれども、本当に最も困難な課題の1つにあえてチャレンジされていることをあの非常に評価しています。 あの2つ目で、分あのチームの体制として2人受験生でいらっしゃるってことがあって、本当に忙しい中、やりくりされてこのプロジェクトに挑まれたと思うんですけれども、そういった中でここまで形にされたことは、本当に私たちの言葉でビルダーって呼んでるんですけれども、自分たちで何かを作り上げて社会貢献されようとしている方々、そういった方々をサポートしたいっていうのが AWS として考えていることですので、すごくあの素晴らしいなと思って評価しております。最後にやっぱりこういったソリューションですね。ままだまだ,まだ解決 に立ってない戦い課題ってことで、っっとでえっとこれから技術的なことを考えると非常にあの道的には大変かなと思ってますけれども、ま,れもまこれからですね解決に,解決に期待しているという意味で選ばせていただきました。あの本当におめでとうございます。ますこれからも応援してますのでよろしくお願いします。<laughs> なので、よいしょ、ちょっと変わった感じなんですけど、まず、AWS の方々、ここに。お二人とも全然。お二人でお願いします。音声聞こえてますかね、大丈夫ですかね。お願いします。カメラが。あっ、こっちで。ここここに そこですかあ？カメラマンが確認にわかりました。はい。えつまり皆様お顔映ってますので、はい、ぜひ満面の笑みをお願いします。見てあのカメラを見といてください。わかりました。マーサイチ <laughs> ハイブリッドならではですね。<laughs> OK ですかね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> そうしましたら。 So、のお一人のうち、お一人だけちょっと今のお気持ち聞かせていただいてもよろしいでしょうか声聞こえてますか譲り合ってらっしゃるしゃる、っらっしるどっちも,ってもっちですよ。<な>じ,ゃじゃあ、ひなさん、さんお願いします。い,ますいいですか,いいですかはい、えっと、そうですね。3人ともすごい、1回しか会ったことないんですけど。 オンラインでここまでやり遂げられてすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ど、えー、それではもうこのままいっちゃいたいと思います。まずは一等の皆さんありがとうございました。ではこのままいきます。続いてはクリーチャーズ賞を発表させていただきます。たま,すまた皆さん例のドラムロールお願いします。いきます二千二千二十三年 CCCU 二<年>にクリーチャーズ賞受賞されたのは。 こから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 。こからがサビ。ではジェルホースです。おめでとうございます。こちらから来て。ありがとうございます。そしたらまずはクリーチャーズの皆様から高評いただきたいなと思います。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。ますじゃ並んでいただいお願いします。はい。ジェルホースの聞こえますか。すかジェルホースの皆さん。うん おめでとうございクリーチャー部署を絶対あの絶対ここだなと思って選ばせていただきました。うん、とにかく電子工作をしたいんだ、うん、ごくごミ箱を作りたい、そういう情熱とそれを楽しく取り組ん取り組まれてる感じ、自分もそこに加わりたいなって思ってしまったりするようなチームでした。ありがとうございます はい、ありがとうございます。そうしましたら、先、並んでいただいてもいいかな。じゃ、ちょっとその間、代表一人に、今のお言葉聞いてもよろしいでしょうか。ぜひ、ぜひお願いします。お願いします。お迎えの方、賞状もらって、賞状もらって。あの、もう、全力を出し切れて、もうこんな結果になれたこと、本当に、嬉しいです。 いや、もう、なんか開発してる途中は、もう、ま、間に合わないんじゃないかって思ったこととかも。何回かあって、でも、もう、こう、間に合って、ちゃんと。なん少々までされて本、うん、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありました。それでは、集合写真に移ります。カメラ見てもらって。じ行きます。 笑ってください。多いですよ。笑ってください。こっちですよ。カメラ、あっちです。はい、いはありがとうございました。大丈夫か。最後一番。OK です。OK です。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。 ございますありがとうございましたはいそれでは続々と行きます続いてはセールスフォースジャパン賞です,ーーショーですまた例のやつ行きたいと思います,、はい、います今年度セールスフォース賞を見事獲得したのはででんシーグルの皆さんですおめでとうございます ます。えまずはセールスフォースの審査員の方々より公表いただきたいと思いますよろしくお願いしますまずはチーグルさんの前にですねあの本当に皆さん本当に素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました本当に世の中にないようなサービスであったりまた本当に社会課題に向き合って本当に皆さんの正しいこういろんなアイデアがですね詰まった今日の,あのビジネスプランというかですねサービスだったと えいうふうに思っております。本当にコウツつけがたい中で、えー、悩みに悩んでですね。あの今回あのセールススポーツ賞は、えー、チーグルさんにですね、えー、と差し上げたいというかですね、えー、を選びました。本当におめでとうございます。で、あの選んだ理由はですねはい。 あの2つありまして、まず1つは、ですねあのセールスフォースはあの創業以来非常に大事にしているコアバリューというのが5つえあります。その中の1つにですねイクオリティというのがあります。今回のチーグのサービスには、そういった地域差を解消する、そういったアイデアがですね多分に含まれていたとえいったところを、ですねえー我々としては高く評価をさせていただいたのと、もう1つはイノベーションという観点です。 でこれはですね、あの、セールスポースもアインシュタインという AI のブランドを提供してですね、まあ、世の中にある社会、あるいはその企業の課題を AI で解決していくといったことをやらさせていただいておりますけれども、あの、これもですね、皆さんの AI のですね、新しい発想が今回のサービスの中に非常にあの多く多分に含まれていたところ、この辺りがすごくワクワクしたところです。あと最後に個人的には、言葉のマインクラフトっていうですね、キーワード、これは非常にうまいキャッチコピーを選んで、 あのすごい重要なんですよサービスってねあの一言でこのサービス何って言った時に聞かれたらいや言葉のワインクラフトって言えればこれってすごくやっぱ訴求力があるのであのこういったような言葉あもですね今後言葉もですねサービスも含めてえぜひ今後磨いていっていただければと思います。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。それでは記念,記念撮影に行きたいと思います。前の方にお願いします。 ありがとうございます。じゃあ撮っていきましょうか。はい。じゃあカメラの方向いていただいて、カメラの方ご覧ください。お願いします。いいいいいつもより倍ぐらでで笑ってすねああ

はい、ありがとうございますじゃあチーム代表の方をを一人にちょっと今のお気持ちを聞きたいいと思いますあそうですねこの34ヶ月ですごいあの技術面でもその気持ち面でもすごい成長した部分があるなと個人的には思うんですが一番やっぱりその。 収穫一番の収穫はやっぱりこの C.C.C. でできたこのチームですね。今アキラ君も見てると思うんですけど、このチームが一番,が一番ほんまになんていうもう参加して良かったのの一番のポイントだと思います。でもまあ僕らはこれからまだまだ終わりません。あのそうですね。もう事業検証をはじめにどんどん本気で取り組んでいきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。 続いては、英字出版社賞です、えー。同じくドラムロール行きますが、皆さん気づきですかねだんだんドラムロールが短くなってます。テンポ良くなってますので、はい、早速行きますね。英字出版社賞、見事獲得されたのは <laughs> 不明なアーティストさん、出ました。ボッチさんです。おめでとうございます。いや <laughs>、おめでとうございます。じゃあ前の方出ていただいてます、おめでとうござい出版社様から審査員の方々、えー、好評いただきたいなと思います。お願いします。えー、はい、ボッチの皆さんおめでとうございます。 ほか、えー、の,のチームの皆さんも本当にあのお疲れ様でした、どれも素晴らしいアイディアとプレゼンで、えー、大変私たちも、ま、迷ったんですけれども、最終的に墓地さんを選ばせていただきました。えー、選んだ理由としては、あのやはりあの学生の孤立、孤独の問題ということで、まあ、ご自身たちのこう、えー、実感にしっかり根ざした、当事者としての目線にしっかり根ざしたサービスの設計がされているというところですね、えーまあ、あの学内限定だから安心であるとか、えー、講義とかあの、ね、教科書とか、 うん、あのその気軽に乗れる話題があるからつながりやすいとか、まあ、そういうところもその当事者ならではの目線をしっかり生かして考えられてるなと思いましたのでそれが非常にいいなと思いました。でそれからあのこの孤独や孤立の問題というのはこれあの弊社エ英ジ出版でも近々関連する本を出す予定があったりするんですけれども本当にあの若者もそうですし高齢者でもそうですし中高年の男性とかですね、まあ、いろんなところで、えー、同じような問題を抱えている方がいらっしゃいますし日本だけでもなくあの世界的にも問題がてる 問題として広がっているんですよね。まあそれだけその深刻で大きな問題で、えー、になってますので、まあ今回その学内限定の取り組みということですけれども、さらなる広がりも期待できるような視点と取り組みアイディアをお持ちなんじゃないかなと思いましたので、まあそういう期待も込めて選ばせていただきました。ありがとうございました。いしたはい、ありがとうございました。それでは記念撮影に移りたいと思います。よろしくお願いします。あ、はい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 。 ますはいはいお願いします加削牛様2位で副賞の方もお願いしておりますあはい副賞ですねまずあのこれはえっ、ー、と今日参加されたチーム皆さんチームに対して1名ずつえっ、ー、と参加賞みたいな形で、えー、ご用意しましたなので8冊ありますアメリカにいるチームにはお送りしましょうかね。 ちょっとあの大食い方を考えますが、はい、これはあのソーシャルデザイン、えっと、ソーシャルイノベーションをどうやって実践するかっていうことを、えー、書かれたわ、えー、かりやすく、えー、非常にためになる本だと思いますので、ぜひこのブラッシュアップに参考にしていただければと思います。ではいこれは、えー、ボッジの皆さん一人ずつ、全員に一冊ずつプレゼントしたいなと思います。これも、えー、ソーーシシャルイノベーション、えー、未来をこう 新しく実装するための方法論とか事例とか書かれていますのでこれぜひ皆さん共通言語にしてさらにいいアイデアに膨らましていっていただければと思います。 まあ、もああ2周目二周目いきますか2周目2周目ぐるぐるいきましょう、OK、2周目終わりかな,不思,な不思議ですねはい無事無事2周終了しましたねはい OK ですじゃあカメラの方大丈夫ですか取り消し取り消しなんで大丈夫ですか大丈夫 <laughs>、はい、じゃあカメラの方見ていただいてここに集まりください結構ギュッとしちゃって ですね、前いっぱいカメラがありましたから。<laughs> <laughs> ありがとうございます。おめでとうございます。チーム代表の方から一言よろしいでしょうか。うま,うま,まずはこのような賞をいただけたことを本当にありがたく思います。ありがとうございます。で、あと、今回、えっと、こうやって開発する中で、一緒に。えっと、協力してくださったチームメンバー。そして、開発する上で支えてくれた家族だったり。 研究室の先輩や教授な人にに感謝ししてもれれままませんん本当皆さありがととううごござざいいたおめでですそは続いていきます続ては、中川正七商店賞です。今年度、見事、中川正七商店賞を獲得したのは。 るるるじゃんが聞こえたな。じゃん、リバーポッターさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは審査員中川政七商店さんの方から、ええー、公表いただきたいと思います。あ、はい、今繋がりました。すみません。おめでとうございます。今ちょうど中川政七商店商を、こちらっていったタイミングですので、<laughs> はい、えー、い公表をいただければと思います。 はい。えっ、ー、と、中川バサ商店の井上と申します。えっ、ー、と、リバーポッターの皆様、改めまして、えっ、ー、と、おめでとうございます。えっ、ー、と、今日はですね、私、あの、オンラインで、あの、私どもの会社が奈良から、えっ、ー、と、つないでおったんですけれども、 えっと、ま、今回のですね、あの、テーマ設定が、えっと、実は私たちも、えっと、奈良で、えっと、雑貨店であったりとか、土産店、飲食店っていうのを、えっと、展開している奈良の、えっと、ローカル事業者でもあるんですけれども、えっと、本当に、あの、私たちの場合で行くと、あの、その、バス問題っていうのが、えっと、観光事業者の当事者である私たちにとって、えっと、切実な、あの、課題でして、そこに対して本当に真摯に向き合っていただいた姿っていうのが、えっと、素晴らしいなと思いました。で、えっと、ま、 あの、これからいろいろと実験続けられていかれるのかなと思うんですけれども、あの、利便性っていうところに加えて、あの、公表の中にもありました、あの、地域連携みたいなところに実は、あの、私たちの立場からするとすごい期待感がありまして、奈良もあの、コロナ開けてから、あの、だいぶ、あの、海外の方も含めて観光事業者多くなってきてますので、何か、あの、サービスを利用したときに、えっ、ー、と、街をもっと好きになったりとか、えっ、ー、と、 まあ韓国以外の、あの街の、私たちの自動車みたいな、あの人たちもですね、あのこういう観光送客みたいなところに期待感がすごく大きいので。何か周辺の人たちと連携して、何か、えっと、地域を盛り上げていくような、あの取り組みになると、すごく、あの嬉しいなと思っています。あのこれから、あのまた実装に向けて、えっと大変だと思いますが、応援しております。えっと、本当におめでとうございました。はい、ありがとうございました。それでは記念撮影に移りたいと思います。 また混合になるのでちょっとややこしくなるんですが、画面の前に、画面の前ですね、囲むように並んでいただくことですああいいですね。カメラの方を見ていただいて、お願いします。チーズ、ます。もちろんキープで。いいですね、オープンで。

まままずは自称大変嬉しく思っておりますすありがとうございさっきちょっと紹介しきれなかったので今話すんですけど僕たちあのフラッターえっと今日昨日ですね昨日初めて実は会ってそれなんでかっていうとフラッター大学っていうコミュニティオンラインのコミュニティで知り合った中で初めてあの共同開発一緒にやった中なんですけどちょっとさっきのこういう背中のアイコンはい触れていた <laughs> だいたと思うんですけど。 あのそうですね、初めてもちろん開発一緒にやった割には、ちゃんとあの協力できるところは協力し合って、役割分担とかもして、協力してやることができたのがやっぱり良かったなと思っていますんで、本当にメンバーの方にももちろん感謝してますし、賞いただいたスポンサーの方や、シ士の上の方にも感謝しております。 それでは続いてに行きたいと思います。続いてはコードフォー日本賞の発表になります。今年度見事コードフォー日本賞を獲得されたのは、来た。チーグルの皆さんです。おめでとうございます。2度目のダブル受賞になります。おめでとうございます。 もう一度、前へ出ていただいて、おめでとうございます。それでは、コード・フォー・ジャパン関さんよりも好評をいただきたいと思います。はい、チ、えー、ーグルさん、おめでとうございます。あのー、すごいこうワ,クワクワクするアイデアで、えー、クリエイティビティがあったな、というふうに、えー、まず感じました。であの実際ですね、チャット GPT を使うという方向でも、なんかこう正解を求めるとかじゃなくて、すごいこう。 学びを助けるというか新しいことを発見したり作ったりすることを助ける補助のツールとして AI を使うという発想もとても良いなと思いました。あとプレゼンもすごい素晴らしかったですし、まあ、何よりこ,うこれからちゃんと幼稚園2つで実際にこう テス,トテストというかまあ実証実験みたいなことをやっていきますといったところ、なんか未来に向けてもですね、割と覚悟を感じられたといったところをえ評価させていただきました。あと皆さん、素晴らしいえ作品ばかりでしたけれども、特にえなんていうか、ユニークネスみたいなところがえあったかなというふうに思います。ぜひこれからも頑張ってください。 はい、すみません、ありがとうございます。それでは記念撮影に移りたいと思います。<は>関さん前の方に移動していただいて。はい、それでは、ショートます。はいます、それではショートパネルを持って、写真撮影をお願いいたします。よいしズームで、スポットライトできそうですかね。じゃ、じゃ、始めます。 です。もう一度行きましょうでカメラの方を見ていただいて映るかなちゃんと <laughs> おはようございますよいしょ、うん、OK ですかね <laughs> スマホでも一応撮ってんのかな <laughs> ありがとうございます。笑顔に経験が見れましたね。良かったでと思います。そしたら,したら先ほど,先ほどあまた例によってあっ先ほど綺麗に決めていただいたんですけど、どけどもう一度今の言葉を,言葉をお気持ちいただいてもよろしいでしか？お,しすかお願いします。ます他の方でもよろしいですか？ そして今回のチームは、僕が最初にこの CCC で初めてその教育と AI をやりたいって言って、声かけて興味を持ってくれた人たちなんですが、本当にんな得意な分野が違って、ってみんなの知恵を演かせたので、本当にこの仲間,仲間今日参加されてない、できなかった、昭君とか、他にも他にもマーケティングで参加してくれた人もいて、すごくこうこうメンバーにすぐ参加してありがとうございます。 はいすいません初々なし見事ダブル受賞の方々でしたではありがとうございましたます。それでら続いてがオーディエンス賞に移りたいと思いますオーディエンス賞につきましてはえっと先ほど出していた Google フォームより YouTube ご覧の方々から投票いただいたもとに道行き出しましたそれでは2023年度見事オーディエンス賞を獲得されたのは こちらジェルボォース皆さんですおめでとうございますダブル受賞ですねおめでとうございますで、こちらがですね YouTube をご覧の方々からいただいた投票に元とにこうやったんですがその公表視聴者代表としてクボッチさんから、えー、コメントなどを発表していただきたいと思いますお願いします はい皆さんおめでとうございます。今回ですね、なんと60近くの投票が集まりました、その中から、えっと、見事 <laughs> 優勝ということで、はい、選ばれました、ちょっと簡単にですね、オーディエンスを代表していくつか来ているコメントを読み上げたいなと思います。ままず1つ目将来性がととてもあると思いました 船系だったりとか、清掃え清掃員の方の負担を軽くするために足でボタンを押せるところが面白いというふうな意見だったりとか、とても身近な内容で必要も期待される作品だったため目のつけるところも良かったですっていうふうな意見がたくさん来ておりました。改めておめでとうございます。では,では記念撮影に行きたいと思います。ま,すまずは大久保千代を出してもらって。 ます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、写真撮影にいきたいと思います。じゃ、あそうです。これでいいんじゃない?。一応、久保地も大福として、それはぜひ。オーディエンス代表として。いいですね。と、久保地に負けてますね、皆さん。まずそれはまずいですよ。いいです。いい写真。オッケー。 もう一枚。もう一枚。OK です。OK です。OK、ですありがとうございます。今日のキーでした。おめでとうございます。よいしょ。それでは、ただいまで,ですね。はい。今の段階で企業賞とオーディエンションを発表させていただきました。はい、残るはいよいよ、CC、c c c u ーの対象の発表になります。はいはい また同じくドラムでありますが、ここは皆さん、これも3倍の勢いで、ドラムできましょう。長さは3倍になるように気をつけます。いきます。今年度、TCCU に2023大賞を獲得したのは、じゃあ<ー>、ビアテックの皆様です。おめでとうございます。<laughs> 顔が見えてますね。おめでとうございます。ズーム越しにめちゃくちゃ映画が見えてますね。いいですね。ありがとうございます。<laughs> そしかたら、えー、対象の公表につきましては、えっ、ー、と、a w レス c r クリーチャーズ様、あと、関様からちょっと公表いただきたいなと思いますので。エイ a w スの方からよろしいでしょうか。ごめんなさ <laughs>、はい。はい。はい えー、ベアテックの皆様、本当におめでとうございます。えっ、ー、と、AWS の岩瀬です。もう本当に大象を決めるなったとは審査員一同悩みに悩みまくってちょっと時間をオーバーしてたんですけれども、あの最終的にあのベアテックさん選ばせていただきました。おめでとうございます。で私から2つコメントなんですけど、1つがちょっときあの AWS の社員としての観点と、1つが個人的な観点でコメントさせていただきたいと思います。で、えっ、ー、と、あと私たち AWS でも AmazonWeb サービスではですね、あの公平とインクルーシブな社会に向けてのコミットメントの最重要 課題としてて位置づけてますで私たちもあのインクルージョンの推進にあたって例えばあのアンダーリプレゼンタティブ過小、ね、評価されているようなあの女性の方とかマイノリティの方をあの支援するようなプログラムとかもたくさん持っていたりするんですけれども、まあ、今回です、ね、あの皆さんの,あのソリューション、き音症の方の手助けをするソリューションというのはまさしくこのインクルージブな社会に向けて非常に重要なソリューションとなると考えたのであの人非常に高く評価させていただきました。でもう一つがです、ね、個人的な観点であの質疑応答 多数派の人の人対策どうすするんですかみたたいいなことを聞いた時の回答がです、ね、実は素晴らしいと思っていて私自身の,あの知的障害、すごく重く知的障害を持つ子供の母で言葉が話せないんですけれどもそういった当事者の方の声って全然多数派の方に聞き取れてもらえてないというか反映されてないという課題意識を持っていてだからまずはその本人の当事者の意識を社会に知ってもらうことが大事なんだとおっしゃっていることにも非常に実は共感しましてあの強くあの共感してあの選ばせていただいたという背景があります。なのであの本当に社会的意義が高いソリューションだ と思うので、これからもですね、頑張っていただけると、非常に嬉しいです。ありがとうございました。クリーチャーズ様からも、好評いただきたいと思います。よろしいでしょうか。しお願いしますでは、ペックさん、おめでとうございます。 のもう対象はベアテックさんかなと思って、社会課題の設定が見事だったと思いますし、あの、ストのバックグラウンドでどうしてこれを作りたかったかっていうところも胸を打たれるところがありました。中間発表の時にもこれ社会課題いいテーマだなと思いつつどう実現できるんだろうっていうところが今回きちんとサービスという形でできていて、あの、ここら辺も自分的にはすごく評価できるポイントだなと思ったところでした。あの引き続き、あの、 自分もね、こう喋るの苦手で、<laughs> こういった自分も利用できるようなものが、こう、世の中にできていけるようなことを楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。続いて、関さんからも投票いただきたいと思います。お願いします。 はい、えー、っと、好評に入る前に、ちょっと皆さん、あの、本当に、えす、ー、べて作品出してくださった皆さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。 あの全員がものを作ってなんか提出してプレゼンテーションしてという相当え大変だったと思いますけれども本当どれも素晴らしかったですでえまあやっぱこういう性格上ですね一つ対象というのを選ぶことにはなるんですけれどもそれはたまたまえですので賞を取れなかった方々も落ち込まずんですねあの続けて何か価値を出すこと自体がえ一番重要ですのでえそこはあのこれから頑張ろうという逆にこう比喩をつけてもらえればなというふうに思います でえっ、ー、とベアテックさん、本当に、えー、おめでとうおめでとうございます。どこを向いてしゃべればいいのかよくわからないですけれども、<笑><笑>あれ見て、はい、はいいあのおめでとうございました。あのやはりこうテーマが非常にシビックテックらしいというか、ですね実際にお兄さんがきつ音症で、えー、その悩みを解決するために何か手を動かしたいという、そこのコンセプトがやっぱり素晴らしかったなというふうに思います。でシビックテックの世界には、ですねビルド・ウィズっていう言葉があります。あの 誰かのために作るっていうのも自体がまず素晴らしいんですけどもやっぱ一緒に作るっていうのは良いものができるんですよね当事者の声がやっぱそのままダイレクトに反映できるわけですからで質問の中にもですね結構あのチャット GPT のプラグインであるけどこれとこれとどう違うのみたいなすでにあるじゃんっていう言葉皆さんですねこれからくたくさん浴びせられると思いますあのそれは何か作ったからこそ、えー いいろろ浴びせられる言葉なんですよねでもそれは何もしてなかったらそれは何ていうかその言葉さえも来ないですからそれはすごいフィードバックなわけです。でそれに対しての答えはあの一般の人のためにいわゆるこうジェネラルなツールとして作られるものとやっぱりこう当事者として私が必要だっていうものを作ったものって全然違うものになっていくはずなんですよ。 なんかこう機能だけ聞くと同じように聞,ける聞こえるけれども、例えばアクセシビリティのところでめちゃくちゃ工夫してますとか、もうなんかワンクリックでいけるんですとかですね、やっぱそれは当事者だからこそ分かる、そこにミートできるものっていうのがきっと何かあるはずなんですね。で、最初の作品は未熟でもで、絶対それをこう続けて改善していけば、よいものになっていく。 はずなのでまあそういういこうですねああの、まああのま建設的な言葉としてぜひ受け止めて改善すべきところは改善しつつでも最終的にはやっぱりこう一緒に作って何かアウトプットを作ってそれによってなんか1%のきつ音の方々が本当に素晴らしいこれがなくてこれがなかったら本当に困るみたいなアプリが生まれた本当素晴らしいことですんで是非あのでぜひ続けて、えー、何か 価値を生むところまでですね、えー、やっていただけると、えー、とてもわれわれこうシビックテックチャレンジカップをやってるメンバーとしてですねあの嬉しいなというふうに思います本当におめでとうございましたはい皆様ありがとうございましたそれではここから記念撮影に移りたいと思いますので審査の方々画面の前にお集まりいただいてもよろしいでしょうかでベアテックの方々はズームのパソコンのカメラに向かって満面の笑みをお願いしますよいしょ はい。でズームの方々映してもらって、以上。<laughs> はいありがとうございました。いまいます。以上。はい、えー。それでは現段階で、えー、全ての賞の発表が終わりました。改めて皆様おめでとうございました。 ます。あ、そうですね。<ベ>失礼しました。ベアテックの方代表の一人ご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。はい、聞こえますか。聞こえます。はい。えっと、この度はこのような賞をいただきてとても光栄です。えっと、三ヶ月間、まあ本当に、もう、ではターミナルインストロール。 ターミナルを触るところから本当に頑張ってよかったなと思いました。えっと、今後、デプロイとかも頑張っていき、多くの、えっと、ユーザーに使ってもらいながら、えっと、より使いやすい素敵なサービスに、えっと、成長させてい,たさせていけたらなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは全チームの、えー、全賞の発表を終わらせていただきます。 それではここからですね、またスライドに戻りまして全体公表をですね、今回は各チームを見守ってきた担当スタッフからお話しさせていただきます次のページお願いしますよいしょで今年のメンバーの一覧が出るかな出ますね今年のメンバーはこちらになってますなのでまずは僕中島こと中地からえ全体公表をお話しさせていただきますえまずは改めて皆さん、うん ははい皆さんまずはお疲れ様でした、えっとですね、僕も結構今回初回面談ということであの最初から何人かここにいる皆さんとも最初の個別面談でお話しすることがあったんですがやっぱりこの34ヶ月の間で,で成長が素晴らしいなというふうに思いましてで特に感動しているのはプレゼンテーションでもはっきり出てたんですけど企画に対する熱さが自分たちがやりたいことっていうのがどのチームもかなり明確に決められているなというところがありまして。 プレゼンテーションを見ていく中でももちろん僕は成長を見守ってきたという立場ではあったんですがあの全チーム実際こんな世界とか皆さんが理想とされているものができたらいいなというふうに心からわくわくするような内容がたくさん多くありましたえ皆さんの成長を見守れてとても幸せでしたありがとうございましたじゃ続いて答え方お願いしてもよろしいですかねちょっとまだ画面には出てないですがリックもこの後喋しゃべっていただきます はい、えっと、お疲れ様でした、えっと、僕は今年、えっと、エンジニアあの向田さんと一緒にエンジニアのサポートとして、まあ、運営に参加してたんですけどもやっぱ最初、その今年初めてエントリー課題っていうのを設けてそれを見ているところでやっぱなんか初心者とやっている人の差が大きくてなんかこれ大丈夫かなというかあのな、ー、なんだろうな結局完成度で差がついちゃうんじゃないかみたいな心配はしてたんですけどやっぱりあのこうやってあの最後見てみると初心者の方が受賞しているケースも多くて。 なんか他のプログラミングコンテストからのなん,なんていうか違いというか普通のプログラミングコンテストじゃないなんだろうな良さが CCC で出てるんじゃないかなと思いましたお疲れ様ですはいありがとうございましたでは続いてよッしーお願いしますはいお疲れ様でした自分はわりかしやたさっきのやたがいと同じに技術のサポートをメインでやらせてもらっていて で先週から今週って結構、毎週ミーティングをやったチーム多かったと思うんですけどもなんかめちゃくちゃ成長してるみたいなやばくない子でみたいなのは結構、上の中でも話すほど皆さんすごい開発とか議論とかをされていてですごいこの最終審査会というところまでいけて嬉しいですお疲れ様でしたありがとうございまままししたじゃこのナさんお願いします。 の田中です皆さんお疲れ様でしたと率直にこう今皆さんコンテストの、まあ、ここまで終わっての感想をぜひ皆さんに聞いてみたいなと思います何か何だろうと、まあ、か多分一番最後の最終審査会の1週間前が多分一番皆さん大変だった時期かなと思っていてなん,だろなんか消化不良に感じてたりあとは、まあ、疲れたけど人汗かいてよかったなとかいろいろな感想を持ってるかなと思います 今回はこうコンテストという形なので評価はされているとは思うんですけれども決してこう皆さんの力不足とかではないので今後も懲りずにこうコンテストとかに参加していただけたら運営としても嬉しいです皆さん本当にお疲れ様でした。います はい、まず皆様、様圧倒的にお疲れ様です。<laughs> あの3ヶ月間かけてもの作るってめちゃくちゃ難しいってことを自分は知っているし何より作りりっっったててことをめちゃくちゃゃく誇りに持って欲しいですなんか自分自身プロダクト作ってみてって言ってやりきれなかった GitHub の違いが多分30個ぐらいあるんですけどその中で本当ちゃんと1個のものを完成させてこのレベルまで持ってこれる人たちやっぱみんなすげえんだなっていうのが今日ひたすら見てて感じました。ああ本当に中間 発表からのでかい変化が、あの、見てて面白かったですし。上側からしても、めちゃくちゃ楽しいイベントでした。まあ、まあ、あの、今後ももっと楽しい姿を見せてください。ありがとうございました。皆さん、改めまして、今日、お疲れ様でした。 何度か伝えてはいるんですけれどもこの CCC っていうのは皆さんの作品の優劣をつけるために行っているコンテストじゃないっていうのだけはまず覚えていただいてほしいなと思いますなので今日はあの賞が取れなくて悔しいなっていうふうに思っているチームの皆さんだったりとかもしくは賞が取れて嬉しいなっていうふうに思っている皆さん全てがあのぜひですねこれをバネに次のモチベーションになるようなコンテストになっていればいいなと思いますそしてですね何よりも本当にこのんだろう3ヶ月という長い中 をあのコンテスト申し込もうって思ってて思くくれたことがすごく私は嬉しいですこの CCC っていうのは今実は発起人の,の,の吉沢さんも <laughs> 来てるんですけれども2020年のコロナ禍の中であのどうしても学生の皆さんの機会だったりとか移動がこう制限かかっちゃってなかなかいろんなあの挑戦ができないなっていうふうになった時に学生の皆さんのために何かできることないかなっていうのでこちらの,あのプロタイプ開発コンテストっていうのが始まったんですけど今年とかはそれこそ結構もうコロナの制限もこう。 結構なくなってきてコロナ前の生活に戻ってきていろんな海外だったりとか旅行とかも行けるってなった時にそれでも皆さんのこの大事な夏の3ヶ月の期間を使って CC をあのやってみようっていう風に思ってくれたことをすごくあの本当に皆さんなかなか多分全員ができることではないのであの自信に持ってほしいですし誇りに思ってほしいなと思います。そしして今回この参加した中で 多分もともとプログラミングとかデザインとかの経験があってそれをよりプラスにしたいっていうふうに思って CGC に参加してくれた方はそれが少しでもあのプラスになっていればすごく嬉しいですし逆にまだ全然あの経験がなくってこれを機にやってみたいって思ってくれた方はゼロから少しでもプラスになっていたらすごく嬉しいなと思います。 きょう行って、はい、あの一応 CCC は終わりなんですけれども、今日があの終わりではなくて、今日がまた別のスタートになるように、これからもぜひ開発を続けていただければすごく嬉しいです。改めまして今日はすごくあの参加者の皆さんの中、9割くらいが関東外から来てくれて、すごく遠い中から、船泊とかもして来てくれたかなというふうに思うので、本当に遠い中、来てくださり、ありがとうございます。そして、資産員の皆さんも3連休の真ん中ですごく忙しいところ、わざわざお越しくださり、ありがとうございました。 はい、またですね。この後もあの少し更新会とかもあるので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。運営スタッフからの好評でした。ちょっと僕伝え忘れたことがあったんですけど、さあ、ここにいる向田さん、過去参加者で賞を取れなかったチームなんですね。ただ今こうして僕らと一緒に運営をやっていて、一緒に指示を作っているっていう関係があるんです。 ただ一方で、先ほど GP9 さんみたいに優勝したチームとも今こうやってお会いするということがありまして、散々言ってきたことですが、CC がこの何かのつながりの場合になればいいかなと思ってまして、今日の結果に限らず、皆さんの成長した姿をどこかでまたえることを心より楽しみにしております。本当にお疲れ様でした。 それでは一旦発表ここで終わりましてここからクロージングに入っていきますここからはこの後の案内をやっていくんですが一通り説明していた後配信終了後に集合写真を撮りますので Zoom に参加されている方は切らずにもうしばらくお待ちくださいはいまず NFT に関する説明です CCCU22 の2023に参加したことを証明する NFT を配布しています で3つございまして作品テストを果たしてくださったここにいた皆さんもイ作品テストをしたチーム方向けあとは最終ファイナリストの方々対象をしたチーム向けに3種類用意しておりますえ僕が結構頑張って作った NFT なのでぜひ皆さんご利用ください でまた参加者アンケートも今回ご用意しています。でこちら URL のちょうどチャットやスラックでも投げるんですが、本日の最終審査会に関するアンケートにぜひご協力ください。大体3分とか1分ぐらいで完了する質問ですので、今後のイベントと参加者皆さんの体験をより良いものとしていくためにぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。でまた今後のイベントに関しても説明させていただきます。 まずソーシャルハックデートとうのがありまして毎月大体第4土曜日に開催しています。これがいろんな全国からプロジェクトを持ち込んでその場で参加者を募って大人エンジニア、デザインーに相談しながらプロジェクトを進められるというのがありますのでさまざまな参加形態できますのでぜひご参加ください。で続いてシビックテックライブです。毎月平日夜19時から20時に開催しています。 今回10月25日は10周年記念となります。おめでたいです。なんでシビックテックコードフォージャパンについてお話ししたり採用募集についても案内する予定なので今後もシビックテックに関わりたいという方はぜひご参加ください。いい続いてコードフォージャパンサミット2023です。今年11月25日に東京で開催します。 国内最大級のシビックテックカンファレンスになりまして、今回は防災アプリ特務機関 NELF 防災。皆さん聞いたことあるかもしれないんですが、それをリリースした代表、石森さんによる基調講演がありますので、ぜひご参加ください。それではクロージング以上になります。CCC に参加者の皆さん、ファイナリストの方々、本当に開発お疲れ様でした。今後も先ほどの案内したようなイベントがありますので、そちらの方にもぜひご参加ください。また、このコンテスト後も。 今回のテーマだったのはいつかできたらいいなと思うことやこんなことがやりたいということをぜひ自分たちの中でたくさん発揮することができればと考えております。それではこのあと懇親会もあるのでぜひそちらもお楽しみください。今回、最終審査会ここで終了とさせていただきます。皆様様お疲れれででしししたたカメラに向かっってて手を振ってくださいいありりががとううございままま配信切るまで振りましょう最後の力 係係。Hey, hey.